ラジオ伊集院光とラジオと3月17日火曜日、時刻は8時30分になりました。おはようございます、伊集院光です。おはようございます、アシスタントの竹内香苗です。さあ、今日この頃の竹内家はどういう状態になってますか？そうですね、もう長男と次男の喧嘩が激しくて激しくて、ストレス溜まってんのかね。そんな感じするんですよね。我が家の場合は変わらず子供たちは幼稚園自由登園で行ってますし、特にこう大きく変わったということはないんですけど、こう周りの大人たちの空気を察してなのか、あとは小さな行事はね、こう中止になったりとか園児たちだけになったりしているので、そのあたりのストレスかななんていうふうに思ってるんですけど、なんかどうなんでしょうか。それがさ、その自分たちもさ、あんま経験してないことだから、はい、なかなか想像できないんだけど、子供の頃ってその重大さがあんまり分かってないから、表面的には分かってないから、はい、うん、例えばインフルエンザで学級閉鎖みたいなあったんだけど、自分がなってなかったせいもあってラッキーぐらいに思ってたんだよ ね。最大で多分3日4日休みになったことあったけども、うんうんうん、表出れないのは嫌なんだけど、はい、大っぴらに遊べないのは嫌なんだけど、なんか喜んでたような気がするんだけど、でもこの異常事態がずっと続いていくと自分たちでも理解しないストレスはありそうだね。そうですね、かれこれね、日本だと1ヶ月ぐらいちょっとね、いつもと違う状態続いてますもんね、うん、あと長男は今度小学校に上がるんです、卒園して。それもプレッシャーだったなのかなって思ったり、どうでしたっけと思って、自分の時忘れちゃっても、なんか子供時代じゃなくてもストレスっていう言葉ってさ、はい、楽しいことにはついてこないような気が。例えばね、はいはい、引っ越ししました、引っ越し先すげえいいところで一個も悪いことないけど、ストレスは溜まってるって分かる、そうですね、あの感じって自覚ないじゃん。前よりいい部屋引っ越したし、すごいいい環境に来てんだけど、はい、多分体はストレスを感じてるみたいな、はい、だからみんなおめでとうおめでとうっていうし、小学校になるワクワクの方が勝ってんだけど、どっかで、もうすごいんです、もう殴る蹴るの2人がもう6歳と4歳がもう大喧嘩になるんだ。大喧嘩で、もうどうしたらいいですか、知るか一番苦手なジャンルだわどうして、そうだよ、でもどうしてんのかね、世のさ、その皆さんどうしてます、お父さんお母さんは兄弟喧嘩ってどうしてんの。だってさ、明らかにさ、はい、そのお兄ちゃんストレス溜まってるじゃん、はい、でもお兄ちゃんがまあ弟をいじめちゃうからさ、いじめるんです、弟ケアしてやりたくなるじゃん。そうだよね、弟が、その表面上の被害者は弟だからでもお兄さん、お兄ちゃんのストレスっていうのを根本解決しないとこれは終わらないじゃんか。そうなんですよ、どうしてんの、ね、ごめんね、外でね遊ばせて発散させたりとかはしてるんですけど、うん、そうは言ってももう喧嘩がね、そういじめていじめて、ごめんね、頼りがなくて、いやいやいや、今今度こっちが急にシュンとしちゃったのは、僕子供電話相談室の本番がかなり近づいてるんですよもう近づくにつれてどんどん不安になってきちゃって、なんて、どんな相談に自分はなんて答えるんだろうが、もうわけわかんなくて。まあ頼りない番組ですけど、皆さん、困りましたね、なんつって。最終的にビシッと解決が。この番組も、子供電話相談室の僕担当のパートも、基本的にはビシッとした、解決は出ないと思いましたけど、思いますけど。まあ、困りましたね。困りました。さあ、困りながら今日の、メッセージテーマお願いします。はい、今週のメッセージテーマは先週に引き続き探しています。さあ、探していますですけども、まあいろいろ調べています、私はいろいろ調べておりまして、わかるものは結構こう解決するんですけど、ラジオネームジャンパネイラさん48歳、ありがとうございます。中学時代に夢中になったギャプラスというゲームを探しています。へー、各地のレトロゲームセンターを覗くとギャラクシアンやギャラが、これね割とシリーズものとか、最初出たのがギャラクシアンで、もう少し発展したのがギャラガで、さらにギャラガが発展したのがギャプラスなんですけど、まあそこそこ見つかるのにギャプラスは、ありませんと、うんうん、でギャプラスはレトロゲームセンターでは見当たらないんですけど、その復刻版のプレイステーション用のゲームみたいなやつは
あの、名作集みたいな中の一角に入ってて、一応ナムコミュージアムっていうその、プレステ用のゲームの CD の中に入ってて、それだと500円ぐらいでも別に普通に買えるみたいなんですけど。ね、何系のゲームなんですか？シューティングとかなのか、ロールプレイング。インベーダーがカラフルになったのがギャラクシアなんですよ。それで今度、そのココが飛んできたりとかしても、もう、その、しっちゃかめっちゃかになってきたやつがギャラガで。で、さらにはこっち側がいろいろトリッキーな武器使えるようになったやつが、まあ、ギャプラスなんですけど。詳しいですね。これだから48歳の人だから、年が近いから、まあ、これはわかるんですけど、はい、あとね、これはちょっと皆さんの力がいる感じ。こういう覚え方ってあるんだ。ラジオネームのりさん、ありがとうございます。女性、僕と同い年、朝日新聞に載っていた文章を探しています。うん。子育ての真っ只中の時期に読み、心にとても響き、子供が悩んだ時にも読ませたいと思っていたのに、うん、忙しさの中でうっかり古紙回収に出してしまいました。へー、どんな、なんだろう、なんかね、うん、記事でもなくて広告でもなくて、うん、で、無理に頑張んなくていいんだよっていう内容の詩のようなメッセージで、うん、あの一郎も嵐の日は練習を休むんだよみたいなことが書いてあって、うん、書いた作者もわかってる、重松清さん、はい、重松清さんの文章で、はい、1998年から2005年の間だと思う。で、うん、日付は3月31日だったと思うっていうところまで出てるんだと。あ、こう新学期が始まる前にということでしょうか。そうなんだろうね。新聞こうバサって開くじゃん。で、片方のページいっぱいに載ってて、その感じも時々思い出すっていう。はいはいはい、うん。1998年から2005年ってことは8枚の新聞を当たればいいんですけど、さすがにまだそこまではやってないんで、はい、何かこれについて覚えてらっしゃる方とかいれば、はい、ね、なんかね、記事検索とか来たり、あ、でも記事じゃない、難しいですね。ちょっと難しそうな、ちょっとやや難しそうなんだよね、はい、重松清さん、あの一郎も嵐の日は練習を休むんだよ。こういう人なんだよ、子供電話相談室にきちんとした答えを出せる人っていう。なるほど。心強いのは多分赤江珠緒さんも一緒なんだよ。赤江珠緒さんは僕よりひどいだろうっていう。そこがちょっと心強くて、逆に聞くとリスナーの皆さんにはなんかもう不安以外の何者でもない話だと思うんですけど。さあ、ということで、まあ、こんなの読んでいきますんで、まだまだお待ちしております。はい、メールアドレスは ij@tbs.co.jp。ij@tbs.co.jp、 ファックスは03-5562-0954、 03-5562-0954、 また番組のホームページにある投稿フォームやメール投稿アプリ、伊集院光とラジオとスマホとからもご参加いただけます。もちろん、あの、それわかるよっていう人もどんどんこちらの先輩でください。ぜひぜひお待ちしてます。おはがき封書は郵便番号 107-8066、 TBS ラジオ伊集院光とラジオとまで送ってください。メッセージをご紹介させていただいた方には番組ステッカーをプレゼント。さらに毎日1名様に美味しさと品質の山崎からデザートギフト果樹園発と一口羊羹の詰め合わせをセットにして山崎からプレゼントいたします。はい、ということで TBS ラジオ伊集院光とラジオと11時までやってます。お時間許す限りお付き合いください。この後10時からの伊集院光とラジオとゲストとは、元サッカー日本代表で SC 相模原の稲本潤一選手が登場。お楽しみに。中原武雄です。いい出会いって豊かな時間を作ってくれますよね。山崎のレーズンゴールド、このパンは小ぶりなサイズがいいのと、レーズンがびっしり入ってるでしょ、格別ですよね、うん、ゆっくり味わいたくなる美味しさです。山崎レーズンゴールド。還元型還元型コエンザイム Q10、 還元型還元型コエンザイム Q10、 今日も元気だ還元型コエンザイム Q10、 あなたも明日は還元型コエンザイム Q10。 金香です。 TBS ラジオをお聞きの皆さん、あなたの会社や商品キャンペーンを TBS ラジオで紹介しませんか？CM 内容や価格などお気軽にご相談を。詳しくは TBS ラジオ広告で検索してください。
日本講堂がお送りする伊集院光とラジオとお便りとです。時刻は8時40分です。この時間は皆様からいただいたメールやお便りをご紹介いたします。まずは日本講堂からのお便りです。東京ではもう開花が発表されました。そう、いよいよ桜の季節ですね。現在全国の桜の実に8割がソメイヨシノですが、驚くことにもともとはすべて1本の原木を接ぎ木して増やした、いわゆるクローンだと言われています、うん、ではその原木は一体どこにあるのでしょう、うん、数年前千葉大学の研究グループがソメイヨシノの起源を探ったところ、実は上野公園にある1本が原木の可能性が高いことが分かりました。上野動物園の表門に近い小松宮親王像の北側、管理番号136番のソメイヨシノだそうです。訪れた方は探してみても良いかもしれません。なんかその細かいことわかんないけど、だからほぼ同時に老衰が来ちゃうみたいな問題があるみたいな。あれ寿命ってあるんでしたっけ、永遠にこう1000年とかはいかないんでしたっけ、ね、なんか漠然としか知らないんだけど、僕のイメージね、僕の理解したイメージは、なんとなくそれでクローンで増やしたらさ、ゼロからな、こっから100年とかなるような気がするけど、そうはならないみたいな、なんか割とその同時に元々の原木の寿命に従ったような終わり方をするから、結構桜はやばいんですよ、ソメイヨシノはやばいんですよ、はいはいはい、みたいな話を聞いた気もします。たまにあれどこだったっけな、ちょっと前にドラクエの例のスタンプラリーみたいな、はい、ゲームのドラクエウォークのチェックポイントに行った時にタクシーの運転手さんに聞いたのは、はい、この辺一帯は自分の子供の頃は桜が満開だったんだけど、うん、ある時期を境に一斉に全部枯れてねっつって、桜の差の字もないっていう。でもそのタクシーの運転手さんが言うには相当な圧巻だったっぽいのと、うん、枯れても終わっちゃってる老木とか古木は結構あったりするから、あ、そうなん、そんな風になるんだって思った記憶があって、そうなんですね。ちょっと嫌だね。そうですね、確かに。さて今日から春のお彼岸、ご先祖様を敬い家族の絆を深め合う時です。桜の開花とともに迎えた今年のお彼岸、桜の香りのお線香はいかがでしょう。毎日香の新しい仲間、その名も毎日香ナチュラル桜です。桜と白檀の香りが爽やかにふわりと広がり、しかも煙極小、香り抑えめ、残りがも灰も少ないナチュラルな使い心地のお線香です。お彼岸には日本講堂の毎日香ナチュラル桜をどうぞ。日本講堂からのお便りでした。さあ変わって皆さんからのメッセージを探していますなんですけど、はい、映画、はい、トーリーさん56歳、ありがとうございます。50年ぐらい前にテレビで見た映画のワンシーン、ワンシーンから探すんですか。結構でもまだいい方とかいっぱい声いただくんですけど、はい、特徴が結構いっぱいあります。あ、そうですか。英国の大豪邸で目覚めた紳士が、うん、目覚めた紳士が、はい、ここはどこと外に出てみると、うん、召使いたちが、うん、おはようございます、サットンさんと挨拶してきます。僕はサットンなんかじゃない、リチャード・スチュアートだと否定するのですが、どうされたんです、サットンさん。何をおっしゃってるんですか、サットンさん。以上。わかんない、50年。でも、リチャード・スチュアートでネット検索しても出てこない。え、サットンさんでも出てこないです。サットンさん、なお出てこない。で、子供の頃はすごい怖かったんだって。確かにそうだよね。うん、そうですね。で、今も忘れられないんですけど、なんていう映画なんでしょうか。町山さんに聞く。そうなんだよ。歌丸くん町山さんに聞けばわかるような気もするんだけど、ね。ただ、リスナーの皆さんが、これがズバリなのかどうかはね、きちんと、その、後に取材をしなきゃわかんないけれども、はい、結構今までの映画についてはヒントをもらってるので、僕はサットンじゃない。リチャード・スチュワート、どうしてこんなことな、こっちが聞いたのか。もう見たことない映画だけど、かなり古いですね。あとね、ラジオネーム、友のドカベンさん。私が探しているのは、桜ももこさんの携帯サイト。うん、携帯電話用のホームページ。うんうん、8年ほど前、
当時 au のガラケーを使っていた私は桜桃子先生の公式サイトを見るのが楽しみでした、うん、そのサイトでは Q&A というコーナーがあり、悩み相談などの投稿に桜先生本人が答えてくれるというものでした、うん、一度だけ私の投稿が採用されて、職場で大恥をかいた際の悩みに桜先生が答えてくれたことは夢のような出来事でした。スマホに変えてからは見られなくなり、そのサイト自体もどうなってるのか、その時の Q&A をまた見直したいのですが、携帯サイトのデータって今どうなってるのか、いろんなことに疎い私には分かりません。ずーっと探しているので、五つ星コーナーにお店じゃないけど送ろうとか思ってたんだけど、まあまあでもそういうことだよね。あ、どうなったんでしょう、ね、今回のメッセージを聞いてきたと思い投稿してみました。僕ね、ツーカーセルラーっていう携帯電話の会社で、はいはい、やっぱり、なんていうの、その、サイトをやってたんだけど、はい、もう完全消滅。で、そこに、自分はその、エッセイを何百本書いてる。何百本って書いたけど、もうその、サイトもなきゃ担当者もいないし、会社もねえし、自分の家に残ってる分しかもうなかったりとかするんで、どうなんだろうね。紙のもんとは違ってさ。そうね。なくなったら終わりっちゃ終わりだからね。そうですね。あと、いちご丸クラブさん。ダダハチとネギソベ。登場人物です。登場人物。ダダハチとネギソベの二人が出てくる昔話を探しています。僕が小学生の頃に読んだ児童文学の登場人物だと思うんですが、タイトルやいつどこで読んだのかも思い出せないのに、ダダハチとネギソベという名前だけが頭の中を回る時があります。これは僕は日本昔話マニアなんで。はい、ご存知です？わかります。えっと、ヤマンバの錦っていう、ヤマンバの錦もしくは重複山のヤマンバっていう話に、ダダハチとネギそべって二人組が出てきますけど、ほぼ活躍しません。ああ、そうなんですね。ヤマンバが、山の奥から、はあ、餅持ってこいって言われて、餅ついて、ヤマンバの時も、とこ持ってくって言ったら、俺はヤマンバ怖くないんだけど、道がわからなくてっていう人が、ダダハチとネギそべです。あ、そうなんだ。ただダダハチとネギソベっていう形の名前で登場するのは多分東北地方だけみたいな。で他はなんかゴンパチとか全然違う名前になってるんですけど、ヤマンバの錦、重複山のヤマンバ解決はいです。戦それは君が見た光、僕が見た香り爽やか、すがすがしさの頂点へ、お彼岸のお線香は煙の少ない星雲バイオレット。日本行動、日本行動がお送りした伊集院光とラジオとお便りとでした。セッション22、荻上チキです。南部ひろみです。崎山俊也です。セッション22のスピンオフプログラムがスマホ用音声配信アプリ耳タブでスタートしました。名付けて崎山俊也南部ひろみの大人の社会科見学。第1弾は埼玉県のわらび西川口編です。開店したばっかりのお店が。本当だ。これは炭火、すいません、何の店なんでしょう。どうも回転したばっかりしてもカエルって文字が見えるんですけど、あれカエルですよね。虫編に土二つですよね、うん、これはまだ謎です。だって低く回転ってありますよ。メニュー見ましょう。あ、本当にカエルかも。カエルの絵が描いてある。酒山さん、本当だ。音声配信アプリ耳タブは数字の3を2つにアルファベットで TAB と書いて耳タブ。スマホ片手に同じコースを歩くのもおすすめ。崎山俊也南部ひろみの大人の社会科見学、ぜひ聞いてください。荻上チキセッション22。時刻は8時49分です。続いて東京都がお送りする都民ニュースです。今日は桜の開花状況のご案内と島嶼地域へ向かう際の健康チェックについてお知らせします。はじめは桜の開花状況のご案内です。先週の土曜日、東京で開花宣言が出されました。今年も東京都では都内各地の開花状況を建設局のホームページでご紹介します。臨海部から奥多摩の山まで
6つのエリア別のソメイヨシノの開花状況をお知らせするほか、それぞれの区や市の桜の名所について桜の種類や本数、交通機関などを紹介します。開花状況は未開花、五分咲き、満開、散り始め、葉桜などの8段階でお知らせします。また東京都公園協会のホームページ公園へ行こうでは、幹回り3メートルを超える大木も多い絹田公園や、庭園と桜のコントラストが楽しめる旧芝離宮恩賜庭園など、都立の公園や庭園をはじめ、奥多摩湖周辺や新宿御苑、隅田公園など都内の桜の名所39カ所の開花状況をお知らせします。情報提供期間は今日の午前10時から4月10日金曜日までです。お花見にお出かけの際はぜひご利用ください。なお、今年は新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、飲食を伴う宴会などの利用をお控えいただきますようお願いします。散策しながらお花見を楽しむ際にも咳エチケットの徹底など感染拡大を防ぐ取り組みをお願いします。大変申し訳ございませんが、ご理解ご協力いただきますようよろしくお願いします。詳しくは建設局公園緑地部計画課、電話 03-5320-5372、 03-5320-5372 番までどうぞ。続いて島嶼地域へ向かう際の健康チェックについてお知らせします。東京都では新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、調布飛行場と竹芝客船ターミナルから島嶼地域へ向かう皆様に対して健康チェックを実施しています。健康チェックは航空機または船に乗る際に担当者が非接触型体温計で検温を行います。37度5分以上の熱がある場合などはご搭乗またはご乗船をご遠慮いただくようお願いします。調布飛行場に関しては電話03-5320-5654 番、竹芝客船ターミナルに関しては03-5320-5653 番、港湾局管理課までお問い合わせください。マスクの入手困難に乗じた架空請求が発生しています。新型コロナウイルス関連の消費生活相談として、マスクの注文受けたまわりました、代金引き換えで発送しますというメールが来たが注文した覚えがないといった相談が寄せられています。身に覚えがない商品の受注メールが届いても返信しないようにしましょう。うっかり連絡してしまうと個人情報を聞き出されて金銭を請求される可能性があるのでご注意ください。都民ニュース、本日の放送内容は TBS ラジオのホームページからご確認いただけます。都民ニュース東京都がお送りしました。今借金をしている方も過去にしていた方も、払いすぎた利息を取り戻せる場合があります。クレジット会社も対象です。カードや明細がなくても大丈夫。お電話いただければわずか5分ほどで過払い金があるかどうか無料診断いたします。調査無料。過払い金を取り戻せなければ一切費用をいただきません。調べて過払い金がなくても無料です。まずはお電話を。ガイア総合法律事務所 0120-077-557 0120-077-557。 ズキズキとうずく膝の痛み、チクチクとした肩の痛み、体の節々がキリキリと痛む、そんな体の痛みのせいでぐっすり眠れない、あるいは朝目が覚めてもしばらく動けない。どうかその痛み、一人で悩まずに 0120-305-305 再春館製薬所にお電話ください。再春館製薬所の通産棟なら何かお手伝いができるかもしれません。通産棟は5種類の生薬を配合した医薬品です。あなたがお困りのその膝関節や腕の痛みだけでなく、腰や足の痛みを少しずつ緩和していきます。
無料試供薬のお問い合わせは 0120-305-305 まで。この医薬品は薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。あなた、集団予防接種などで B 型肝炎ウイルスに感染した人には、条件に該当すれば国から50万円から最大3600万円の給付金が支給されるそうよ。 B 型肝炎訴訟で信頼できる弁護士さんっていないかな。法律事務所ミライオがとても経験豊富で丁寧、給付金の受け取りまでスピーディーに対応してくれるそうよ。よし、まずはミライオに相談だ。 B 型肝炎訴訟の解決実績7000件以上、 0120-783-005 悩み005、24時間365日受付、東京弁護士会所属法律事務所ミライオ、検索はミライオで。時刻は8時56分です。ここで東京スター銀行がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の楠葉恵美さん、おはようございます。おはようございます。お伝えします。東名高速道路の上りは用賀付近で5キロ、中央道の上りは首都高4号線永福を先頭に5キロ半20分です。北関東道の東行きは前橋南付近、工事のため左側が通れず3キロ20分。一般道環八通りの外回り伊予木トンネル内、事故の処理終わりましたが2キロ、四面道からは15分。環七通りの内回り葛飾区青戸2丁目では乗用車とバイクの事故です。右側が通れず1キロ15分です。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の交通情報はこの後9時18分頃お伝えします。不動産担保ビジネスローンは東京スター銀行。借りたくても年がね、もう70になるし、経験から考えても無理だと思うんだけど。それでも大丈夫。おほう、不動産担保ビジネスローンは東京スター銀行。やっぱり車検はコバック、コバック、車検のコバック。ねえ、旅行は楽しみなんだけど、家を空けるのはちょっと不安よね。うん、そうだな。それなら全日経のホームセキュリティ、24時間オンラインシステムであなたの留守を守ります。詳しくは 0120-87-7575 全日経まで。安心していってらっしゃい。伊集院光とラジオと、この後9時からは伊集院光とラジオとニュースと、9時20分過ぎからは思い出の味、メニュー、お店を調査報告する俺の5つ星。今朝のリポーターはダーリンズの小田雄一郎さん。10時からの伊集院光とラジオとゲストとは、元サッカー日本代表で SC 相模原の稲本潤一選手が登場。そして10時40分頃からは白ご飯の友スカウトキャラバンをお送りします。お楽しみに。さあ、ですね、いろいろいただいてますけども中でラジオネーム眠り猫さん41歳、はい、絶賛休校中、お子さんがお察しします、おはようございま す, います今職場の駐車場ですが、竹内アナの兄弟喧嘩の話を聞いて、うちもうちもと思って思わずメールしていますありがとうございます。うちは現在1、2、6年生の3人兄弟ですが、うわー、大変だ。一番上、長男が、保育園の頃やっぱりこういうことになったと。でスクールカウンセラーのお世話になったりもしたんだと。あ、そうですか。でなんか急に言葉遣いが悪くなったりとか。そうや、本当そう。兄弟喧嘩が絶えなくて。そうそう、本当に。で、ね、うちのやり方、あくまでうちのやり方、はい、子供は千差万別ですけどってちゃんと書いてくださってるんですけどね。ありがとうございます。下の子を寝かせた後に長男だけ、お兄ちゃんだから30分長く起きてていいっていうルールを作って、この30分だけは長男のケアに当てたらやや収まりましたっていう。でこの方ちゃんとした方で、子供は個性があるので全員に通用するわけじゃないけどっていう。ありがとうございます。みんなで大家さんに。人生100年時代を生き抜く資産の活用をお手伝いします。みんなで大家さん販売が9時をお知らせします。
伊集院光とラジオとニュースと、この時間は織広ほか各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとニュースと、時刻は9時になりました。改めましておはようございます。伊集院光です。おはようございます。アシスタントの竹内かなえです。ちょっとだけそれますけども、パーソナリティの相談にリスナーが乗ってくれるっていうすげえ頼りねえ番組だなとは思いますけど、改めまして、ここからは伊集院光とラジオとニュースとの時間です。早速今日のニュース、戸崎貴博アナウンサーからお願いします。はい、お伝えします。今日はニュースを6本お伝えします。はじめに、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けて、 G7 先進7カ国の首脳が昨夜緊急のテレビ会議を行い、安倍総理は東京オリンピック・パラリンピックを完全な形で実現することで一致したと明らかにしました。また未明に発表された G7 首脳声明では、労働者、企業、産業を支援すべく、金融、財政政策を含めたあらゆる手段を動員することなどが盛り込まれています。ニューヨーク株式市場は16日、ダウ平均株価が過去最大となる下げ幅を更新し、先週末より2997ドル10セント安の2188ドル52セントで取引を終えました。取引開始直後には、アメリカ株価指標の下落率が規定を超えたとして、取引を一時停止するサーキットブレーカーを発動しました。この措置は今月に入って3回目です。日本銀行は昨日、金融政策を決める会合を緊急で開催し、新型コロナウイルスによる市場の混乱を収めるため、追加の金融緩和策を発表しました。ETF、上場投資信託の購入額を倍増させ、積極的な買い入れを行うとしています。また大企業が資金調達のために発行する CPE、コマーシャルペーパーや社債の購入額を拡大します。IOC 国際オリンピック委員会は17日に緊急の理事会を電話会議で開催することを決めました。新型コロナウイルス対策など直近の状況全般について話し合う予定だということです。理事会は今月初めに開いたばかりですが、 WHO が新型コロナウイルスをパンデミックとしたことを踏まえ、東京オリンピックを予定通り開催できるのかどうかについて議論がなされるか注目されます。新型コロナウイルスの感染拡大を受けた経済対策の一つとして、与野党から上がっている消費税率の引き下げをめぐり、安倍総理は昨日国会で、どのようにすれば需要を起こし安定的な成長軌道に戻れるか、効果などを十分勘案しながら検討していきたいなどと答弁し、含みを残しました。一方、自民党幹部からは、元に戻す責任は誰が負うのかなど否定的な声が相次ぎました。おしまいに、神奈川県相模原市の障害者施設で2016年、入所者19人を殺害し26人に怪我をさせた罪に問われた元職員の植松聡被告30歳に対する裁判員裁判で、横浜地裁は昨日、検察側の求刑通り死刑を言い渡しました。横浜地裁は植松被告の刑事責任能力を認め、19人もの人命が奪われ、他の事件と比較できないほど甚大と指摘しました。以上ニュースでした。戸崎貴博アナウンサー、ありがとうございました。気になるニュースについてこの後解説を交えて詳しくお伝えいたします。 TBS ラジオオリジナルドラマ、半沢直樹破れし者の物語 by オーディオムービー、特設サイトからストリーミング配信中。この番組は Spotify ほか各社の提供でお送りしています。伊集院光とラジオとニュースと、ここからは解説です。今朝の解説はニュースデスクの中村久人さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。刻一刻と株は動いている、はい。先ほど開いたばかりの東京株式市場平均株価も今、468円安ですね。16,533円、17,000円切っちゃいました。ねえ、まあアメリカがね、
すごい落ち方してますからね、2997ドル安、まあ、一時3000ドルも超えたわけですからね、これはもう相当ですよね、うん、なんかそのサーキットブレーカーって言葉自体を僕は知らなくて、はい、で聞いて、あ、そういうショッキングな感じなんだと思ったんですけども、もう3回目、ね、先週2回やって、もう今週また始め、でも週明け早々にっていう風な形ですからね、3回目と。で、考えてみるとね、2月の12日ですから1ヶ月ちょっと前ですよね、ダウ平均って、29,551 ドルあったんですよ。はい。が、昨日の段階で、2,188 ドルでしょ。9,362 ドル、パーセンテージにして 31.7% 値下がりしちゃってるんですよ、1ヶ月で。すごいですね。その、いわゆる、その、猛烈な下げ幅の後に多少揺り返しはあるから、その、実態が僕はあまりつかめてなかったんですけど、そんなに落ちてる。それだけ落ちてると。うん、まあ、逆に言うと、だけど昨日そのうちの3分の1が昨日1日でっていうことでもあるわけなんですけれどもね。だから、こういう値動きが大きい時っていうのは確かに上げる時も大きいんですよ。それだけ下げてるからっていうの。ただ、だけども、総トータルで考えると、この1ヶ月余りでもそれだけ下げちゃってると、それだけ、まあ、この新型コロナウイルスに対するショックというかパニック状態が大きいということですよね。で、まあ、あの日経平均株価だけを見ても、今年、まあ、年明け1月の20日には 24,083円51銭、これが終わり値なんですけれども、うん、で、まあ、昨日の終わり値が 17,002円でしょ、うん、で 7,081円、これだけでも下げてるんです、うん、日本の日経平均株価、これも 29.4% 下げてて、今日またさらに、今497円安、まあ、500円ぐらい近く下げてるわけですから、またさらに一段とということですよね。だやっぱりその、なんて、まあ、昨日この G7 の緊急テレビ会議が行われて、で、それが、あの、共同声明が今朝未明、早くに発表されたんですね。今朝早く発表されて、その直後にアメリカの平均、ダウ平均がガクーンと下がってるんですよね。ということはどういうことかっていうと、もう、それぞれその言ってることっていうのは確かに各国が協力してとか、その、財政政策、金融政策をあらゆる手段を動員しましょうっていうのは、それは分かってると。ただけど、G7 各国それぞれのところを見たら、今、それも、そんなところの症状じゃない、状態じゃないでしょうと。うん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 、まあ、イタリアにしてもね、ドイツにしても、で、カナダもそうなんですけど、カナダだってもう18日から当面国境封鎖ですよ。日本からもう行けなくなっちゃうわけですよ、カナダ。で、そういう状況にもなってきてるし、で、アメリカはアメリカで、トランプ大統領も、今朝方、記者会見して、アメリカ国民、今後15日間行動自粛を求めると。だから仕事とか教育っていうのは可能な限り自宅でやってください。だから10人を超える会合は避けてください。で、外食も避けてテイクアウトとか配達を利用してください。で、高齢者は自宅で過ごしてくださいと。まあ当然強制力としてはないんだけれども、これは要請ですと、まあ、あの、そういう望みますということなんですが、まあ、それだけ言ってるわけですよね。うん、で、なおかつその新型コロナウイルス、これ流行が収まるまではどうなると思いますかっていう記者からの質問に対しては、その7月か8月と議論している人がいるっていう答え方をトランプ大統領は言ってるんですよね。そうだとでも言うわけじゃなくて、まあ、てもそういう議論をしてる人はいるんだっていうのが、まあ、あの強気なトランプさんにしても限界っていうか。そう。で、しかもさ、なおかつその後に、アメリカ経済はリセッションになったのか、まあ、景気後退になったのかって言ったら、そうかもしれないって言っちゃってる。あのトランプさん。あのトランプさんがと。ということは、まあ、相当それを見て、そのダウ平均もぐっと下げたと。今、東京市場600円以上も、まあ、下げ幅、まあ、広げてますけれども、そういうだけやってると。で、フランスだってマクロン大統領が、17日の正午って言いますから、日本時間で言うと今日の午後8時からですか、少なくとも15日間フランス全土で人々の外出を制限します。っていうことを言ってるんですよね。まあ、これイタリアとかスペインと同じような状況になるわけですけれども、で、EU にしても、フォンデアライアン委員長が、その EU 域外からの不要不急の渡航は30日間禁止する措置を取ってはどうかということで、EU 加盟国に今投げてて、で、今日緊急の首脳会議が、電話会議で行われるんですけれども、で、そこでどうやら承認されそうだと。で、そうなると今度は日本やそういうアメリカなどからも、このヨーロッパに行くのも、まあ、制限されちゃうと。だから、人の行き来が全部止まっちゃうことになるわけですよね。だそうなったら、もう、その経済がどうなるとかっていうんじゃなくて、動かなくなっちゃいますから、もうそれを見越してると、マーケットはそういうことですよね。うん、まあ、そんな中、一応、日本銀行も金融政策会合で、はい、追加の緩和策を発表はしてるんですか、ね、はい。まあ、これは、昨日の会合っていうのは、本来だったら明日、明後日でやるはずだったのを、
二日早めたわけですよね。はい。これは今までなかったことなんで、はい。そういう意味では、ものすごくこれ、ある意味、マーケットとしてそれだけ、その、緊迫感を持ってるというイメージは与えることができたと。うん。ただだけど、日本ってもうすでにゼロ金利政策になって長いわけですよね。で、そうなると、あとはその規模で、広げていくっていうだけ、量的な緩和しかないわけですよね。ですからその上場投資信託の購入額を倍増させましょうとか、そういう活気やると。ただこれとて、その金融機関に対して資金運需要をその喚起すると、潤沢にお金を回して借りやすくするって言っても、ニーズがなかったらどうしようもないわけですよね。まあ、そうですよね。え、もう無利子で貸しますよって言ったって、いやいや、貸すんじゃ、貸していらないんだよ、こっちはって。それよりも仕事くださいよの世界になっちゃってるわけなんで。で、その先が仕事がどうなるかって見通せない場合には、いくら無利子だってお金借りるわけにいかないじゃんっていう、そういうことってありますからね。わかりやすいのは、老舗の旅館とかが、倒産しちゃったり辞めちゃったりとかしてるじゃないですか。はい、あれって、もう、最後にインバウンドにかけていろんな投資もして、で、もうこれにかけてやろうと思った最後の矢が折れちゃって、はい、いくら、さらにお金貸してくれますよ、安い金ですよって言われても、もうここでっていうギブアップが出ちゃうっていう、まあ、ああいうことですよね。そうなんですね。どこまで粘って借りて借りて借りてってやっても、ただ借金が膨らむだけってみたいになっちゃうし、うんうんうん、だからそういうところで逆に、その、今、その政治の世界のところでは、まあ、消費税を、ゼロにしちゃったらどうかとか、下げたらどうかとかっていう議論まで出てくると。うん、まあ、前のリーマンショックの時っていうのは、少なくともその、なんていうのかな、金融のマーケットがものすごく傷ついたわけですよね。うん、だから、もうそれが立ち直るのにすごい時間かかったし、その、ものすごく傷も深かったから大変だったんだけども、今回は、金融機関自体はそれほど今のところダメージは受けてないけれども、その、まあ、社会生活というか、我々の生活がダメージを受けちゃってるから、うん、だから、これで、そのコロナが収まると、一転して動き始めるときはもしかすると、早くカッと戻ってくるかもしれないと。なリーマンショックの時に比べるとね。ただだけど、先行きが見えないわけですよね。いつ収まるかっていう保証も何にもないから、だから不安が不安を呼んで株価も下げ続けるという状況になっていると。さあ、そんな中、安倍総理、この、異例なね、その緊急テレビ会議のその G7 の中でも、はい、パラリンピックを、パラリンピック、東京オリンピックを、はい、完全な形で実現することで一致した。そう。これ完全な形ってのはどういうこと？その CNN とかはなんかその安倍総理はまあ、延期や無観客みたいな形ではない完全な形を主張してたみたいなニュアンスを伝えてるんですけど、ちょっとわかりにくい。完全な形を、何を指してるのか。多分、時期とかっていうことじゃなくって、完全な形っていうのは、さ、きちんと、その、開会式もやって、お客さんも入って、応援もして、できて、そういう、まあ、なんていうのかな、その部分の売り上げもきちんと立つような形でっていうことだと思うんですよね。うん、だから、今予定されているような7月に、開会式を行ってっていうことではないんじゃないかと。だから、昨日もその G7 の会議をやった後に、まあ、記者会見、夜中にやってるわけですよね。で、その時も、時期はっていうふうに問われたら、完全な形で実現することで一致したんです。って言った途端に、厳しそう返して、パッともう戻っちゃったと。なるほど。だから記者からの追加の質問とかそういうことは一切こうやらないぞっていうね。だから受けると、時期はどうなんですか時期はってどうせ聞かれるから、それを言わないと。だからどうやらそうなると、まあ、ちょっと予定通りっていう時期は難しいんじゃないかなというふうな感じはしますよね。まあ、だから、すでに成果が、まあ、を見に来ないでくださいみたいな状態になってたりする。はい、だからなんか僕の中ではね、それは予定通りやるとすると成果ももう走らなきゃならないんだろうけれども、成果走らせてる場合なのかっていう、なんていうんですかね、この、見に来ないでください。だけど聖火リレーをやりますとか、その、まあ、海外ではある意味聖火リレーやめちゃったわけじゃないですか。聖火走らなかったわけじゃないですか。ギリシャではやっちゃってるわけじゃないですか。あれ、これってもうちょっとプランニングした方が良くないっていう、聖火は走ったけどやらないってなると、じゃあ延期でやるときに聖火どうすんのとか、なんか。いや、本当そう、当然そうなってくるでしょうね。はい。で今回、この19日にギリシャから日本に引き継ぎ式って、聖火の引き継ぎ式って行われるんですよ。はい、で、ギリシャが今度は、
今後ギリシャに入国する外国人に14日間の隔離を要請すると、隔離措置、はい、でそれ18日からはもうで、しかもギリシャの中の全ての店お店も閉めますって決めたってんですね、うん、でそういう中の19日に引き継ぎ式受けるわけですよね、うん、で野村忠宏さんとか吉田沙保里さんとかがそのギリシャのランナーで行くわけですよ。そういう人たちも、じゃあ14日間そこで隔離されちゃうの？ああ、そうですね。っていう、これまだ向こう、ギリシャ側はそれは適用するかどうかは何とも言えないって言って明らかにはしてないんですけれども、でそうなっちゃったらそうなっちゃったら、また、ね、まあ、なんていうのかな、その成果が日本に来る時期もずれちゃったりする可能性もあるし、そういう状況の中において、果たして本当にその予定通り、完全なる。いや、完全なる。オリンピックができんのかっていうのは、いうふうなことってなりますよね。で、それも一応その緊急の理事会を電話でやりましょうってことには一応、はい、そうなんですよ。ええ、ったんですね。だからそこで、今、まあ、どうやら、その2年間延長したらどうだっていうのが、IOC の中でもなんかちらほらと話が出てきてるという説もあるんで、まあ、今日のその IOC の緊急理事会で、そういうのあたりも話し合われるのかもしれませんけどね。それこそ、竹内かなえの家の子供じゃないけど、漠然としたストレス、本当にね、直接的な、もうお金が回りませんっていうこともそうなんだけど、はい、その周りの漠然としたストレス不安感みたいなものは、かなり充満してますよね。いや、本当それが一番それが、その、もうなんていうか、今回の株価の下落とか、なんとか巡り巡って、逆にそっちにもそういうところだと思うんですよね。ね、主役である選手の皆さんたちもね、かなりフラストレーションになるでしょうね。ねえ、もう一回、まあ、まあ、健康命ファーストであり、選手ファーストでありみたいなことを、早急にちょっと考えないとって感じですけどね。ね、はい。久保さんどうもありがとうございました。どうも失礼しました。皆さん、オリヒロの高純度グルコサミンは、機能性表示食品、特保じゃないんです。グルコサミン塩酸塩が、膝の動きや曲げ伸ばしをサポートして、膝の違和感を軽減することが報告されているんです。膝関節に関する生活の質を高めたいあなたに、ポリヒロの高純度グルコサミン。伊集院光とラジオとニュースと、この時間はオリヒロ他各社の提供でお送りしました。和派本舗の久本雅美です。 TBS ラジオ主催和本舗全体公演王と花魁、私たちも待ちに待った3年ぶりの全体公演、みんな見に来てね。5月27日から31日まで中野ゼロ大ホールで開催。詳しくは TBS ラジオのホームページ、イベント情報まで。ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の佐々木さとみさん、お願いします。はい、お願いします。関東地方、昨日は午前中は比較的穏やかだったんですけれども、昼頃から急に雨や雷雨になったり、あられも降ったり、風もビュービュー強まって、都心では今年に入って一番強い風を昨日観測しています。ただ今日は落ち着いた天気に戻りそうです。今南部を中心に雲の多いところもあるんですけれども、昼前にはこの雲も取れて夜までよく晴れるところがほとんどです。で、午後は南寄りの風がやや強まるところもあるんですが、昨日のような強風にはならない見込みです。で、最高気温は13度前後と、まあ、気温自体は昨日と同じぐらいなんですけれども、冷たい風が収まる分、昨日よりも過ごしやすく感じられそうです。まあ、ただ今朝は真冬のコートが必要なぐらい冷え込んだので、うん、今朝と同じ服装で昼外に出るとちょっと暑いかなぐらいに、そうなんですね、はい、なりそうです。ダウン着てきちゃいました。ちょっと昼間は服装をうまく調節してください。ありがとうございました。気象予報士の佐々木さとみさんでした。井上芳雄です。井上芳雄 by myself スペシャルライブ、6月6日土曜日、東京国際フォーラムで行うライブの模様を今年も全国の映画館で生中継いたします。映画館の大画面で一緒に楽しみましょう。チケットは好評販売中です。詳しくは井上芳雄 by myself スペシャルライブのオフィシャルホームページをご覧ください。時刻は9時19分です。ここでピックルスコーポレーションがお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の楠葉恵美さん、お願いします。はい。東名高速道路の上りは首都高3号線大橋ジャンクションを先頭に11キロ35分、中央道の下り高井戸付近、乗用車単独の事故で左側が通れず2キロ半、永福からは15分です。雪のため上信越道は信州中野と上越高田の間、滑り止めが必要となっています。
一般道路環七通りの内回り葛飾区青戸2丁目では乗用車とバイクの事故の処理続いています。右側が通れず1キロを10分。神奈川では中原街道の上り緑区寺山町交差点乗用車横転事故の処理が続いています。左側が通れません。また県道47号茅ヶ崎市の滑ヶ谷付近文教大学入口交差点にはトレーラーが故障して止まっていて片側交互通行です。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の交通情報はこの後9時50分頃お伝えします。ご飯が進むキムチのピクルスコーポレーション。白菜の商品が多いのになぜかロゴはキュウリとナス。ピクルスコーポレーション。漬物で野菜の元気をお届けします。ピクルスコーポレーション。日本人の死因第1位、がん。治療が高額になる場合、お金の準備は必要です。そこでまとまった一時金を受け取れるがん保険はいかがでしょうか。悪性新生物と初めて診断確定されたら最高300万円をお受け取りいただけます。しかもこの一時金は支払い自由に該当する限り2年に1回を限度として何度でもお受け取りいただけます。すでに他の保険へご加入の方も追加で検討なさってはいかがでしょうか。昭和15年以降にお生まれの満80歳までの方がお申し込み可能な新がんベストゴールドアルファ。最高300万円を受け取れるがん保険のお問い合わせは 0120-676-626 0120-676-626FWD 富士生命までお電話ください。モノタロウモノタロウ工場で使う消耗品をネットで注文モノタロウ。今日は物流用品待て半機器の日 10% オフ工場の味方モノタロウで検索。千代田セレモニーは大切な人を偲ぶ気持ちに寄り添って心を込めて皆様の思いを形にさせていただきます。一人一人に合わせたお葬式を安心できるご予算で。ご相談は千代田セレモニーまで。いざという時あなたのそばに。夢を形に総合住宅展示場 TBS ハウジング。モデルハウスっていろいろあるのね。ああ、迷っちゃうね。あなた、お母さんのことも考えましょう。ありがとう。じゃあ、バリアフリーも取り入れて。お母さんの部屋は和室がいいわね。おばあちゃんと遊べるの？やったー！よかったわね。よし、また展示場に行くぞ。夢を形にしませんか？ TBS ハウジングがお手伝いします。ご家族揃ってぜひどうぞ。俺の五つ星。この時間はケーズ電機、大成ユーレック、大谷さんの提供でお送りします。皆さんにもきっとあるはずです。思い出とともにあるあの味が、学生時代に入り浸ったあの食堂のあの丼、家族がたまに連れて行ってくれたあのレストランのあのスープ、あの味、あのお店、今はどうなっているのでしょうか。俺の五つ星。時刻は9時23分24分になります。今週のメッセージでは探していますなんですけど、はい、まあ、さっきのメールみたいに、食べ物じゃないんだけども、あるんだと。ね、俺の五つ星っぽいのがあるんだっていうんで、まあ、メッセージくださる方と、このメッセージテーマ考えてるときに、あれ俺五つ星あるなっつって、五つ星を送ってくださる方と、いて、ね、まあ、ちょっとこう、嬉しい悲鳴を上げているんですけども、思い出の五つ星メニューを調査して報告してもらうコーナー、今週リポートしてもらう五つ星メニューはこちらです。36歳女性、もふもふパワーさんの
俺の五つ星。昔のラジオ番組が流れていた鹿児島のうどん屋さん。鹿児島で高校生だった頃、市内にあったひょうたん書店というお店の近くでボロボロなうどん屋さんを見つけました。店前の色あせたサンプルを見ると、肉うどんが300円でした。肉うどんがそんな値段で食べられることにびっくりし、入るとお店は老齢のご夫婦が切り盛りされていました。店内にはラジオの放送が流れていたのですが、それはご主人が録音したと思われる昔のラジオ番組で、ボロボロの店内の雰囲気もあり、タイムスリップしたかのような感覚に襲われました。何度も通ったのですが、いつも店内にはご主人が録音したと思われる昔のラジオ番組が流れていました。実際に出てきた肉うどんは、うどんの上にかなり甘く味付けされた牛肉がドーンと乗っけてあり、食べていくと肉汁がうどんのスープにじんわりと混ざっていくのが美味しかったです。今思うと300円という値段ながらかなりいいお肉を使っていたのかなとも思います。しかし、そうこうしているうちにお店に行っても閉まっていることが多くなり、いつの間にか閉店してしまいました。あの肉うどんはもう食べられないのでしょうか。何かご存知の方は教えてください。なんかその変わった具が乗ってるとかじゃなくて、単純に肉うどんがすごいうまいって言われると食べたいよね。食べたい。美味しそう。ねえ。さあ、この五つ星リポートしてくれるのはこの方です。はい、おはようございます。お笑いコンビ、ダーリンズの小田雄一郎です。よろしくお願いいたします。これ謎がめちゃくちゃ多い案件なんですけども。はい。まあお店がボロボロなんだよね。ボロボロだそうですね。ボロボロなんだと。はい、でいて、ご高齢のご夫婦が切り盛りされていて、はい、肉うどん絶品と。絶品と。はい、で、大きな謎は、店内で昔のラジオが流れてるっていう、タイムフリーどこの話じゃないんですよ、ね。そうですね。多分ご主人が録音したもんなんじゃないかっていう、はい、まあ、こういうことになっちゃうと、新しいパーソナリティなんかいらないからね。ずっとそのラジオでいいんだから。ね、一回面白いやつがあれば。で、この案件なんですけどね。はい。当時2019年11月、こういうのを募集してますよっていうのを紹介したときに、すぐに番組に、うちのマネージャー、産休中の、前マネージャーからメールが来て、あら。ひょうたん書店を知っていると。鹿児島出身なんね。はい、はい。ひょうたん書店の前を通って通ってたと。はい。で、だけどうどん屋さんわからない。うん。ね。っていうメールが来たの。うん。一方で、小田くんはここ覚えがあるんだよね。そうなんです。実はですね、うん、僕、このうどん屋さん、食べたことあるんです。このうどん屋さんはい。私、ダーリンズ小田、鹿児島県出身でございまして、おおお。この今回の案件のうどん屋さんと、うん。同じ町内に住んでまして。すごいのよ。で、すごいなと思ったのは、これで俺の中ですごいリアルになったのは、小田くんは地元で知ってたっていう話になるわけじゃん。はい、でいて、うちの、元マネージャーは、いや、ひょうたん書店の前は通ったけど知らないっていうのね、はいはい。で、うちのそのマネージャーはお嬢様なの。お嬢様で、はい、で、小田くんちが大体泥棒だっけ？いや、違いますよ。なんで血統がいい泥棒なんですか？違いますよ。毎回言いますけど。正統派の泥棒毎回言いますけど、うちの親父は銀行員ですから。そうなんです。あの、どっちかっていうと、入られる側の家系ですから。入られる側っていうのも違うから。でもなんかさ、はい、お嬢様の女子高生は、はい、多分お店と認識しないぐらいボロいのかなと思って、で、わんぱくな男子高生は、はい、うどん屋ってことになるのかと思って、はい、これどんな評判だったの？これがですね、うん、この依頼にもあったように、もうとにかくボロボロだったってあったじゃないですか。うんうん、だから正直僕もそこがお店営業してるって全く思ってなかったんです。そのレベルの。はい。で本当にもう
ほぼ民家なんです。ボロボロの民家なんですけど、ギリギリその食品サンプルが何個か飾ってあるか、ギリギリ、まあまあまあ、昔閉店したなんかのお店だって。そうなんですよ。要するに、はい、仲間内ではやってんのやってねえのっていう、そほぼやってないよりなの。やってないよりで、そしたらある時に同級生が、いや、あそこのうどん屋やってんだよって教えてくれて、え、嘘のレベルなんだ。はい。で、ちょっと親に聞いたんですよ。あそこのボロいうどん屋、ね、あれやってるって知ってた？って聞いたら、もう両親ともに、いやいや、もちろん知ってたよって。で、めちゃくちゃあそこ美味しいんだよって。親は美味しいって言ってて。で、行ったん結局。それがですね、うん、まあ、最初にその情報を聞いたのは僕高校生ぐらいの時だったんですけど。やってる情報ね。やってる情報。うん、やっぱちょっとなんか怖くて正直行けなかったんですよ。あ、知ってるけど行かなかった。威圧感がすげえんだ。そのぐらいのもう外観というかオーラというかで、30歳超えたぐらいもう東京来てで、うん、たまに帰省するときにもうさすがに気になって行ったんですよ。あ、行ったの。あ、味はめちゃくちゃ美味しかった。うわ、そこまで分かってんだ。はい。で、なんかこの非常に鹿児島っぽい美味しさというか。出た、出た。説明よくわかんねえやつ。鹿児島ってその醤油とか調味料とかが非常に甘めの地域なんですよ。で、この依頼にもあったように、ちょっと味が甘めの美味しい肉うどんだったんです。そう、ちょっとこれがリスナーの皆さんの力を借りてどうなっていくのか。かかってました。いや、それがですね、さすがに BGM の言葉っては記憶にないんですよ、ね。ちょっとビビってるしね、まだ。そうなんですよ。で、もうもちろんその店名も僕全くわからずで、親に聞いてもあのボロいうどん屋としか言わない。もうそれで通じちゃうぐらいボロいわけだよ、ね。本当に通じるぐらいのお店なんですよ。すいません、これさ、結末がどうなるかわからないんで、はい、すげえ失礼なことを言い続けてると思うんですけど、はい、ちょっと進めてもらえますか。そうですね、はい。まあ、ちょっとね、鹿児島という遠いところなんですけども、はい、それでもいくつか情報をいただきましたので、紹介させてください。はい、49歳女性、青りんごさんからいただいた情報です。ひょうたん書店の向かいのうどん屋さん、覚えています。私が初めて行ったのは30年ほど前なのですが、当時でさえかなり老朽化したただの民家にしか見えませんでした。さ、普通はただの民家にしか見えませんでしたなんだけど、はい、かなり老朽化した民家にしか見えない。見えませんでした、はい。そして入りにくいと感じたのは、その外観の威圧感だけでなく、うん、なぜか入り口の前に自転車が止めてあって、物理的にも入りにくいお店でした。なんで正面に止める？でもその感じはなんかわかる。わかります。言われてみたら止まってた気もしてます。はい。店に入って驚いたのは、うどんを頼んだだけなのに、ご飯、漬物、小鉢、さらに生卵などがついて300円という値段。そして何より衝撃的に美味しかったです。あと覚えているのは、このお店はガスではなく、薪を使ってかまどで料理をしていたと思います。確かにいつ行ってもラジオがかかっていた記憶があります。しかし、肝心のお店の名前を思い出せません。というか、看板なんてなかったし、店名はあったのかしら。という情報。初の店名なしっていう。そうなんですよ。やっぱり、青りんごさんもおっしゃるように、店名あったっけあの店っていう。それは小田くんの記憶でも。いや、そうなんですよ。看板の記憶もねえし、なんだあの店っていう。いいのはさ、青りんごさんのメールをさ、はい、うなずきながら読んでる様子が良くてさ、はい、そうだよな、俺が忘れたんじゃないよな。そうなんです。店名ってあったのかそうなんです。なんか、ね、最初のあれだと、さも僕が失礼なやつみたいになってましたけど、うんうん、もう、地元の人全員の認識で、いや、店名あるかあの店っていう。店名ないと検索もできない。そうなんですよ。そうだよ。ただですね、その、かまどを使って料理するという、かなりこだわりは強いお店という情報で。え、コスト的に合うの？絶対ガスの方が安い。そうなんですよね。うん、すごいね。薪を使ってですか、その準備も含めたらだいぶ手間がかかると思うんですよ、ね。質問。はい、伊集院くん。この界隈ってさ、はい、開けてるとこなんでしょ？ここはもう、なんなら鹿児島の住宅街で一番開けてるぐらいなんですよ。その一番鹿児島で栄えてる駅のもう、徒歩1分2分圏内なので。ってことはガスが来てないわけはないよ。わけはないんです。もうだ、まあ、こだわり？ねえ、あえて。きっとこだわりなんじゃないですか。こだわって300円無理だろう。
しかもいろいろ小鉢とかついてんぞ。ちょっといろんな情報ありましたけども、はい、追加の情報もまた紹介させてください。これ相当インパクトがあったお店のようで、こんな情報もいただいてます。29歳男性、中村モンドセレクションさんからいただいた情報です。鹿児島出身の私は、まず鹿児島と聞いて、鹿児島のどこだろうと構えていたら、ひょうたん書店という言葉が聞こえてきて、鳥肌が立ちました。あ、うちのマネージャーパターンだ。このうどん屋さん、見た目があまりにもボロボロだったので大丈夫なのかよこれ、ええ、てっきり営業していないと思っていたのですが、友人に連れて行ってもらった時にまだ営業しているお店ということが分かり、驚いた記憶があります。腰の曲がったおばあさんが接客していました。店内で流れていたのは地元のラジオ局だったような気がします。その後2012年ぐらいまではやっていた記憶があります。このうどん屋さんの名前ですが、おお、西田屋食堂です。へえ、名前あったみたいです。わあ、よかった。小田くんはそうとはなってないんだ。なってないです。初めてなんだ。はい、西田、僕はへえって思いました。名前あったんだ、西田屋食堂。西田屋食堂、やっぱ名前聞いても全く聞き覚えなかったですもんね。ピンとこないですか。ピンとこないですね。ただ2012年まで営業してたってことは相当最近までやってる。ね、そうですね。そして店内で流れていたのはまあ地元のラジオ局だった気がしますという。でもテープ取ったやつだからね。でも多分初めて行った方は意外と録音って気づいてないパターンもあります。何回も行かないと。そうか、そうだね。何回も、しかもさ、相当行ってから、あれ、この話、この DJ またしてるって思うんだろうね。そうですね。あれ、この天気おかしくないみたいな。か、このリクエスト前も読まれてないみたいな。はい、さらにですね、こんな情報もいただいております。37歳女性、名倉アムさんからいただいた情報です。生まれも育ちも鹿児島県の父親が子供の頃から通っていたのが、今回の五つ星で紹介していたひょうたん書店の向かいのうどん屋さん、西田屋食堂です。西田屋食堂。父親に聞くと、初めて行ったのは60年ぐらい前だということです。そんな古い。60年ぐらい前の頃には名前があったんだね。看板があったんだね、おそらく、ね。おそらくですけど、うん。私も父と一緒に何度か行ったのですが、父はうどん、私はオリジナルのちゃんぽんばかりを食べていました。うん、とても美味しかったです。うわ、そこそこのおじさんと、すごいおばあちゃんで切り盛りしていたと思います。確か西田屋食堂が閉店したのは2016年だと思います。うわ、だからさ、この案件さ、はい、閉店 してるってみんなが思ってる店だから、はい、いつまでやってたかが分かりにくいんだよ、これ。そうなんですよ。すげえ最近までやってるかな。やってたんですよ、実は。ね、ちなみに父曰く、ご主人がお元気かどうか気になっている。と伊集院光さんに伝えてほしいと。いや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 。伊集院さん、あなたの故郷の話なら俺は。伊集院さん、気になってますんで。そうですか。そうなんですよ。一応でもね、名倉アムさんの情報で言うと、まあ、2016年まではやっていたと思いますということで。だってこの番組が始まった年だから。うん、俺の五つ星が始まってたかどうか、始まっ、この番組、始まると同時だもんね、俺の五つ星ね。ギリやってるぐらいの。やってるぐらいですね。そしてまあ、店名はもうこれ、西田屋食堂で間違いなさそうなんですよね。はいはいはい、さあ、お店の名前が分かったところで、普段ならここで例の現地調査になるんですけども。そんなお金はないよ。そうですね。それで、やはり私、地元ということで、やっぱこの地元のネットワークを使いまして、はい、地元の友達に、ちょっといろいろ聞いてみました。はい、あのボロいうどん屋、西田屋食堂って言うんだけど、みんな覚えてると、うんうん、友達全員に聞いたんですけど、はい、もう全員の第一声が一緒でした、うん、え、あそこ西田屋食堂って言うのやっぱりそう。いや、もう全員そうで、え、あそこ名前あったのっていう。そうなんだ。いいね、なまってる感じがいいね。ね、やっぱりみんなその食べたことはあると、で安かったし美味しかったことは覚えてると、ただその名前も
初めて聞いたし、その、そもそもやってるかどうかわからない。やってるのかやってるかどうかわからない。やってるかどうかわからない店だったんで、もうその、いつ閉店したことも知らなかったよ、みたいな情報で。だって、小田が、やってたことに驚くところから青春時代は始まってるわけだからね。そうなんです。うわ、じゃあ、その後どうなったかなんていうのは、こっから出てこないから。ただですね、その僕の友人関係の中から、2、3人、こんなことを言ってる奴がいたんですよ。うん、お店の壁に、その、ボロさ、とは似つかわしくない女性アイドルのポスターがデカデカと貼ってあったような気がすると。なんか違和感あるな、あのポスター。みたいなことを結構2、3人言ってて、それが印象的だったと。なんかいいね、なんかさ、小田くんと友達がさ、はい、その青春時代にあったうどん屋の話しててさ、はい、あの店さ、ボロ買った以外何か特徴あったっけポスター貼ってなかった。貼ったっていう感じなんだ。ちょっと店の雰囲気と違ったんだよなっていうことで、はい。さらにですね、この西田屋食堂という名前が分かったっていうことで、あのネット検索もかけてみました。うん、そしたらですね、このポスターについて発見がありました。おお、なんか変なとこ広がってきた、はい。変なとこ動き出した。そうなんです。意外なところが。この西田屋食堂さんのことを書いてるブログ記事が数件あったんですけど、うん、その中に店内の写真があって、うん、壁に女性アイドルのポスターが貼ってあったんです。おー。で、その画像を拡大してよく見たところ、その女性の名前が分かりました。あ、今ちょっと写真いただきました。はい、ちょっとブログの写真を見ていただいてよろしいでしょうか。確かに、お世辞にも綺麗とは言えない殺風景なところに、はい、バーンと女性、まあ、アイドルかな、アイドルじゃねえな、はい、歌謡曲歌手。歌謡曲よりで、まあ、3枚ほど書いて、ポスターが。しかも同じ場所貼り替えてるってことは、これ多分、新曲出るたびに貼って、そうなんです。てんじゃん。ちょっといろいろ調べたところ、うん、この拡大したところ、お名前が西田愛さんと書いてありまして、うんうんうん、これ複数のブログに載っていまして、うん、で、調べたところ、すべて違うシングル曲のポスターでした、うん。で、しかもそれぞれのポスターによく見ると、サインとお店へのメッセージがこの直筆で書いてあるんですよ。ね、来てる。はい。え、ちょっと待って。ちょっと待って。はい。西田屋食堂じゃん。はい。西田愛さん。ああ、娘じゃね？もしくは親戚じゃね？伊集院さん、そこに気づきましたか？ちょっとそれを含んだまま聞いててください。はいはい、さらに調べると、西田愛さんはアイドルではなかったんですが、うん、歌謡曲を歌う歌手で鹿児島県出身。うん、そして現在の活動拠点は東京だということが。おー、東京にいるんだ。はい。で、東京にいるならばということで、うん、早速その西田愛さんに TBS ラジオに来ていただいて、西田屋食堂さんのことを伺いました。ちょっとそちらのインタビューの模様をお聞きください。歌手の西田愛さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。おやっとさ、よろしくお願いします実はですね、うん、今回西田愛さんにお伺いしたいことがあります。はい。鹿児島の西田屋食堂のことをご存知ですか？知ってるけど。お、なんで西田屋さん。西田食堂と西田さん、うん、どんなご関係なんですか？はい、西田屋さんとは血縁関係も何もなく、はい、デビューしてから知り合いに連れて行っていただいて、はい、あ、そうだったんですね。びっくりするところに連れてってあげるって言われて、はい、びっくりって言って、そんな大抵のことじゃびっくりしないよと思いながらついて行ったら、はい、ここだよって言われて、はい、いや、ここが何なんですかみたいな。もうどっからどう見てもこう、はい、人が住んでるとは思えない。はい、ましてや、こう、飲食店とはとても思えない。なかなかちょっとパンチの効いたフォルムで。外観がね、はい、そんな雰囲気だったので、はい、ここが何なんですかって言ったら、ここのね、ここのちゃんぽんが美味しいのよって言って、私は最初連れて行っていただいて。ちゃんぽんですか？そう、ちゃんぽんですね。食べた感想どうでしょう？味はもちろん美味しいんですよ。なんか鹿児島ならではの甘みたっぷりの、はい、そして具もたっぷりで、はい、注文してからそこでお父さんがすぐ大きいかまどでね、はい、作ってくれるので。大きいかまど。そう。で、お父さんが作ってるその背中越しに会話をしながら、はい、愛ちゃんよく最近テレビで見るようになったねとか言って声かけてもらいながら、お父さん見てくれたのありがとうとか言って、今日お腹ペコペコだがよとか言いながら、はい、お料理待ってると、はい、お茶碗に、てんこ盛りに入ったお米と、はい、生卵、はい、と、お豆腐、はい、と、なんか、タケノコをつけたような、漬物みたいなやつが、どん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 次から次に出てきて、頼んでないよっていうのが出てきて、はい、で、それを持ってきてくれるのが、お店の名物お母さんなんですけど、はい、背中が90度ぐらい曲がってるんですよ。
そう、背中が90度。地面見ちゃってるじゃないですか。そう、地面見ながら、肩からですね、頑張って手を上げて、はい、こう、ポンポンってテーブルの上に。だから本当に、ご夫婦でやられてたってことですね。いや、お母さんになるんじゃないですか。ご主人のお母さん。多分そうです、そうです。なるほど。そうそう。だからもしかして、お母さん世代が、初代で、うんうんうん、息子さんたちが引き継いだっていう形だったのかもしれないですよね。そうかもしれないです。うん、西田屋食堂のご主人の連絡先を知ってそうな人に心当たりってありますか？はい、あ、その私が連れて行ってもらった方は知ってるかもしれないです。はい、あ、じゃあその方の連絡先を私が。ちょっとお聞きしてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。ぜひよろしくお願いします、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。まず、お嬢さんではないとか、親戚、親類ではない。そうですね、はい。伊集院さんの気づいたぞの顔が未だに忘れられないですけど。全然関係なかった、ね。全く親類関係ではないそうなんです。あと、小田くんが西田さんの鉛にすげえ引っ張られてるっていう。それちょっと面白い。やっぱり鹿児島弁で来られると、僕も鹿児島弁が出てしまって。まあそうなんだ。そうなんです。で、この今聞いたようにですね、はい、この西田屋食堂はそのお母さんと息子さん、親子でやってらっしゃったお店だそうなんです。そうなんだ。息子さんもそこそこおじいさんなんですよ。そうなんです。で、その愛さんが言うには、ちゃんぽんが美味しかったようで、愛さん自身はその肉うどんは食べてないそうなんです。リスナーの方にもいたもんね、ちゃんぽん美味しいって。そうなんです。だから、肉うどんとともに、ちゃんぽんも名物だったみたいで。ご飯出てくるって言ってましたね。そうなんです。ちゃんぽんとすごいね。小鉢も出てくるっておっしゃってました。でも、ちょっと繋がったっぽい、ね。そうなんです。その、連れてってくれたその講演会の方に聞けば、うん、西田屋食堂のご主人の連絡先がわかるかもしれないということで。うん、どうなのよ、はい、どうなのよ。早速、講演会長さんに連絡してみたところ、うん、西田屋食堂には昔から通ってたよと。しかし、ご主人の名前や連絡先などはわからないということでした。ああ、ダメか、はあ。ただですね、こんなことをおっしゃいました。お店の近所で、今でもご主人を見かけることがあるから、今度見かけたら、連絡先聞いとくよって言ってくれました。すごいね。ど地元だね。はい、それ結構嬉しいというか、ここまた。めちゃくちゃ嬉しかったですね。首の皮一枚残したね。はい。ということで、講演会長さんからの連絡を待ってたところ、その日のうちに、その日のうちに、トントン拍子かご主人の連絡先聞けたよという電話がありました。はい。ということで、無事にご主人の連絡先を聞きまして、はい、西田屋食堂のご主人、山田貞森さんに私お話を伺うことができました。しかも西田でもねえんだ。そうなんです。山田さんなんです。奇跡的に。西田屋食堂のご主人、山田貞森さんは現在82歳ということなんですけども、うん、西田屋食堂を始めたのは山田さんのおじい様だそうです。三代目だ。はい。詳しい年数はわからないけど、100年以上営業していたと思うということだったんです。そら老朽化もするわ。そうなんです。で、お客さんに喜んでほしいという思いで、採算度外視でずっと営業していたそうなんです。なので、350円ぐらいのうどんに、ご飯、漬物、冷ややっこなどの定食のようなサービスをやっていたそうなんです。そう。でもうまいんだよね。料理なんだけじゃないんだよね。めっちゃ美味しかったです。そして、美味しさのこの秘密が、やっぱり作り方と調理道具だそうです。うん、麺などをすべて手作りして、なんと100年前の創業当時の作り方を固くなに守り続けてきたそうなんです。すげえ、それでかまど使ったりしてんだ。そうなんです。そのかまどにもこだわりがあって、ガスよりもやっぱり火力が強いので、同じ料理でも味が違うということなんです。高級店ならこれわかるけどさ、300円、350円でこれすごいね。すごいぞ。で、ちなみに依頼があったその店内でかかっていた古いラジオですが、うん、ご主人の山田さんが今風の歌よりも昔の歌の方が好きということで、昔録音したラジオ番組のテープをずっとかけていたそうです。もう永久、無限タイムフリーね。無限タイムフリーのパターンね。ずっと聞いてたそうです。で、そんな地元の人に愛されていた西田屋食堂さんなんですけど、2016年に一緒に働いていたお母様が体調崩され、山田さん自身も80歳近い年齢だったということで、断腸の思いで閉店することにしたそうです。で、お母様もまあ100歳は超えているんですが、ご健在ということなんです。あ、すごいね。すごいね。そしてやっぱ一番気になる、この西田屋食堂の肉うどんなんですが、うん、
今はもう食べられないそうです。まあ、だって味の秘密がかまどと、あの場所だよね、要はね。やっぱりかまどと巻きじゃないと、あの味は再現できないよ、ということだったんです。で、この、本当に残念だったんですけど、もう一度作ることはできません、と言われました。いや、でもなんかさ、すっきりはしたでしょ、だって小田切さん。すっきりはしました。なんつっても西田愛さんだよね。はい。いや、本当に感謝で、先ほど西田さん、鹿児島弁で喋られてましたけど、そのお仕事される時も、ずっと鹿児島弁で、お仕事されてるそうで。すごい人らしいじゃん。はい。今月の4日に、はい。デビュー10周年記念シングル、マイストーリーが発売になってて、はい、演歌、歌謡部門で自身初の週間ランキング1位。で、文化放送と BFM でラジオやってる。そうなんです。うわ、ちょっと姉妹番組提携をちょっと取り付けてこい。そうですね。ねえ、すごいね。ということで、なんとかたどり着きました。ね。小田くんもお疲れ様でした。ありがとうございました。ケーズ電気。混んでるなぁ。お得でサービス充実の安心パスポートがあるからみんな来るんだよ。セリフが宣伝っぽいぞマルコよ。みんな大好き新製品が安いケーズ電気。やっぱり安くて安心が一番だね。 You like, you like 大勢 you like, yeah You like, you like 大勢 you like, oh You like, you like 大勢 you likeマンション建設なら大成ユーレックです。ダイゴです。ラジオって不思議ですよね。まるで厨房にいるみたい。だけどここは東京都中央区のとある場所、小さなスタジオで収録中。おいしい中華で胃もたれしたら大体さん A 錠剤、胃の中の油を分解ウィッシュ、第2類医薬品です。俺の五つ星。この時間はケーズ電機、大成ユーレック、大谷さんの提供でお送りしました。法律事務所ホームワン。ホームワンへ過払いのことで質問が寄せられています。借金の資料はないけど過払い金請求はできるの？関西からもうすぐ10年、まだ間に合う？クレジットカードのキャッシングも過払い金は出るの？10年以上は返済してるけど。今過払いのことで迷ったらホームワンへ。東京弁護士会所属弁護士法人法律事務所ホームワン。はい、ママありがとう。わあ、綺麗なお花ありがとう。いつもいろいろありがとう。いい香りありがとう。あげるときももらうときもありがとうが生まれる。心を花に変えてメルシーフラワー。あなたが勤める会社の企業名や商品名、サービス名をラジオ CM で告知しませんか？そんな皆様の窓口に TBS ラジオ営業サイトをぜひご活用ください。詳しくは TBS ラジオ広告で検索してください。声優の徳井空です。音声ガイドアプリミミタブで徳井空のオカルト探検クラブが好評配信中。月刊ムーン編集長の三上武春さんを助っ人に迎え、関東のオカルトスポットを大紹介。未知との遭遇へ出発進行。医療の届かないところに医療を届ける、それがジャパンハート。1995年、医師吉岡秀人がミャンマーで無償の医療活動を行ったのが始まりでした。日本の心で命を救う、日本の国際医療 NGO ジャパンハート。 AC ジャパンはこの活動を支援しています。お元気ですか、生島博です。肩の痛みでお困りの皆さん、それはどんな痛みでしょうかね。痛くて服の脱ぎ着が辛いでしょうか。寝返りをしても痛いですか。肩甲骨周りが痛くてこわばるように感じますか。あるいは痛くて腕が上がらず後ろにも回らない状態でしょうか。気になるその肩の痛みにお役に立つのは再春間製薬所の通算糖かもしれません。痛みの緩和に効果のある再春間製薬所の通算糖、麻黄、強忍、
肝臓、肝房胃、翼胃人の5つの生薬を配合した漢方に学んだ医薬品です。まずは一度、最瞬間製薬所へお電話ください。無料の試供薬をご用意いたしております。お申し込みは通話料無料のフリーダイヤル 0120-305-305 0120-305-305 305は2回ですね。電話番号お間違いなく、朝8時から夜10時まで年中無休で受け付けております。手をつないだらぬくもりが伝わるように、ケーブルをつなげたら思いが伝わった。第一電材はエレクトロニクス産業を支える専門商社として、人の思いを、夢を、未来につなぎます。第一電材。時刻は9時54分です。ここで毎日新聞社がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の楠葉恵美さん、お願いします。はい。東名高速道路の上りは首都高3号線渋谷を先頭に13キロ35分、中央道の下り高井戸付近、乗用車単独の事故の処理、左側で続いています。渋滞は首都高に伸びて8キロ、西新宿ジャンクションから30分です。一般道環七通りの内回り、葛飾区青戸2丁目では右側で事故の処理が続いています。1キロを10分。神奈川中原街道の上り緑区寺山町交差点、事故の処理は終わりましたが工事が続いていて左側が通れません。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の交通情報は10時23分頃お伝えします。人生には様々な転機があります。新聞はそんな情報を読者に届けるのも役割の一つです。毎日新聞は人生の転機ですれ違う男女の30年を描いた映画弥生三月を応援します。毎日新聞。玄関にはインターホン、安心だなインターホン、パノラマワイドだからよく見える、ほぼ真横まで見える液晶モニターで一層の安心も。リフォームは玄関の安心から、ぜひ。ピンポンはアイポン。中央事務所でキャッシング、カードローンの過払い金をご確認ください。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。かなり前の借り入れでも記憶が曖昧でも構いません。書類やカードがなくても家族や職場に内緒でも構いません。借り入れ金額が少なくても借り入れ期間が短くても間違っていても0120-10-10-10-10-10-10。牛乳石鹸カウブランド赤箱は優しさにこだわった釜炊き石鹸。クリーミーな泡たっぷりで洗顔にも。洗い上がりはお肌しっとり。ずっと変わらぬ優しさを。牛乳石鹸、良い石鹸。山崎、伊集院光とラジオとエピソードと。この時間は山崎パンの提供でお送りします。山崎、伊集院光とラジオとエピソードと。今週のメッセージテーマは探していますです。メッセージを紹介した方の中から毎日1名様に、美味しさと品質の山崎から国産の果肉を使用したみかん、りんごミックス、さくらんぼ、いよかんが入ったこだわりのフルーツゼリーギフト果樹園発と、厳選された素材を使用し丹念にじっくりと練り上げた本練り、小倉、栗、白練り、ほうじ茶の5種類の味が楽しめる一口ようかんの詰め合わせをセットにして山崎からプレゼントいたします。さあ、ラジオをお聞きいただいている皆さん、すごいなと思うのは練馬区のベンチャーさんから、重松清さんの、はい、新聞の記事なんですけど、はいはい、ちょっと期日に記憶違いがどうもあったらしくて、2009年の3月30日だと思うっていう、うん、だから、もともとのりさんがおっしゃってた日付よりちょっとずれてるんですけど、うんうんうん、っていうご指摘をいただいて、うん、で、TBS の祝冊版で調べたら、うん、その通り2009年3月30日の朝日新聞に出てきて、はい、転んだっていいんだよっていうのがあるので、はい、これはそのままのりさんにお伝えすることができます、はい、すごいね。すごい。台風の日は外出を控えるのと同じだから、たまに休んだりしてもいいっていう、ね、立ち止まっていいんだっていう記事で、これさ、日付、漢字の日付がずれてたから相当難しくなっちゃうとこだったんだけど、うん、すごい情報ありがとうございます。
さあ、そしてですね、他にもね、映画関係とかも来てますが、ちょっとどこかで、今日が無理でも、今週中どこかで、情報来たものに関してはきちんとお伝えしますんで、皆さん、自分もちょっと覚えてるっていうような引っかかることがあったら、よろしかったら、メールをいただきたいと思っております。メッセージテーマ、探していますです。パンってね、そのまま食べると本当の美味しさがわかるの。うん。だからサンドイッチも手軽に美味しく。うん。美味しいパンは生でわかるんです。山崎ロイヤルブレッド。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りしました。商工中金の個人向け定期預金マイハーベスト、お誕生日を迎えるあなたにとってもお得なキャンペーン実施中。10時です。TBS ラジオ伊集院光とラジオと稲本潤一と、おはようございます。今日は初めてのラジオでの生放送なので、サッカーの話をあまり調子に乗らずしっかりと話したいと思います。よろしくお願いします。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと、時刻は10時になりました。改めましてこんにちは、伊集院光です。こんにちは、アシスタントの竹内かなえです。いやー、調子に乗っていただきたいですけど ね、 ね、元サッカー日本代表で、はい、今は SC 相模原、稲本潤一選手なんですけど、23年目のシーズンで40歳なんですよ。だから最初デビューした時って高校生なんだよね。すごい童顔のプレイヤーがいるじゃないんだよね。高校生なんだから。すげえな。竹内かなえは稲本選手印象は？私はもう2002年の日韓大会ワールドカップで得点された。もうすごく印象的でしたね。そうだよね。でもね、こうやって経歴パッとたどるだけでも、その J リーグから始まって海外も行ってるし、日本代表もやってるでしょ、でさらに今 J3 もやってるでしょ、いろんな環境でサッカーやってるっていう経験がすごいと思うんだ。ちょっとこう、そんな話も聞けたらなと思っております。この後稲本潤一選手のご登場です。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は東京カリンと他各社の提供でお送りします。東京カリンとの蜂蜜カリンとは、大阪で食べても東京カリンとと言うんですか？はーい、東京カリンとは大阪で食べても東京カリンとと言うんですね。日本中どこで食べても東京カリンと。蜂蜜カリンと東京カリンと。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストをお迎えし、ご本人にまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、稲本潤一さんは1979年生まれ、大阪府出身、現在40歳。97年、当時最年少の17歳6ヶ月で J リーグに出場し、ガンバ大阪でプロのキャリアをスタート。2001年には名将アーセン・ベンゲルに見込まれて、イングランドプレミアリーグのアーセナルへレンタル移籍。その後、イングランド国内やトルコ、ドイツ、フランスなどを渡り歩き、2010年に J リーグへ復帰しました。川崎フロンターレで5年プレーした後、北海道コンサドーレ札幌を経て、2019年からは J3 の SC 相模原でプレーしています。本日のゲストは、日本代表としてワールドカップに3度出場したサッカー選手の稲本潤一さんです。ということで、スタジオには稲本潤一選手です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まあ、今さっき驚いたばかりなんですけど、17歳で、はい、まあもうプロの試合に出るっていう。そうですね、はい。まあ、当時ではそこまで多くはなかったとは思います。でもね、僕もこの世界に16、17で入ったんですけど、はい、なんて言うんですかね、
その頃の今の年齢40歳、はい、僕は今の年齢52歳なんですけど、その頃の40歳の選手、40歳の人って、はいはい、すげえおっさんに見えませんでした。そうですね、かなりおじさんだと思ってましたし、はい、よくやってるなって思ってました。誰とかで、その時の大ベテランって誰とかですか？ね、デビュー時。ベルディにはラモスさんはいましたし、はい、はい、北澤さんなり、カズさんとかも、カズさんはまだやってるんですけど、はい、いましたね。ラモスさんでいくつぐらいの頃ですか？ラモスさんがですか？はい、自分がデビューした頃。いやー、もう40過ぎてたとは思うんですけど、ね、でも、絶対やべえおっさんだと思ってたでしょ。いや、まあ、絶対、うわー、40でやるんだ、サッカーと思ってたでしょ、絶対。はい、すごいなと思ってました。はい、今どうですか？その逆の立場の人来るわけじゃないですか。そうですね。だから、高校を卒業して入ってくる選手は俺のことどう思ってんねやろうって。俺の知ってんのかなからまずは入りますよね。はい。はい、けど、その子たちのお父さんお母さんは絶対知ってるなっていうふうには思うんですよ、ね。うん、でもだってサッカーの歴史的瞬間にいますからね。そうですね。そういうことですよ。はい。まずそのプロとやって、最初に思ったこと何でした？はい、あの当時を振り返って。まあやっぱり早いなっていうのが、はい、早くて強いなっていうのは思いましたね。はい。やれるが何割とやばいとこ来たのが何割ぐらいですかね。やれるの方が多かったと思います。まあでしょうね。うちのことを考えると、そこで無理だわ、完全に無理だわの人は多分残ってないから。ですよね。いけんなっていう。そうです。で、まあ17で、J リーグのね、出させてもらったんですけど、はい、まあ、当時は僕はプロじゃなかったんで、アマチュア契約だったんで、はいはい、だからもう別にお金もらってないし、17やし、うん、まあ、別にノープレッシャーやなっていう、すごいこう、楽しんではやってた記憶ありますね。はい、この人たちはプロ契約で莫大なお金もらってるけど、そうそうそう、俺アマだからね。そうそうそう、別にミスっても別にっていう。いろんなあんたたちの問題だから、ね、すげえな、ハートが強いわ。とは思ってましたね。へー。その後に、今度、アーセナル行くんですよね。え、なんすかこのキャリア、めちゃくちゃすごいじゃないですか。いやいやいや、そうですね。行きましたね。きっかけなんですか？はい、その、前にその世代別の大会がありまして、日本代表の。はいはいはい、で、いろいろオリンピックなり、そのワールドユースっていうのがあって、世界を感じて、やっぱり高校で、日本でやってると、その対戦したワールドユースなりのチームに勝てないなっていうのが思ったのが。自分の中では。はい、日本の中にいると。はい。で、そこから、こう、代理人のエージェントの人なりを探し出して、で、2001年に、こう、当時、アーセン・ベンゲルさんが、日本で、大会を、代表の大会やってるのを見に来てくれて、うん、それを見てくれてオファーをしてくれたとは思います。で、そこで合致したんだ。そうですね、はい。なんかその、初めて、ガンバに行った時とか、いろんな瞬間と思って、その初めて海外でプレイした時とか、はいはいはい、一番ショック受けたのってどこですか？こいつらすげえとか。は、その、ワールドユースっていう、こう、20歳以下の大会かな、はい、で、決勝でこう、スペインと、試合をしたんですよね。はい、で、その、まあ、決勝まで行ったのも多分日本で初めてですし、うん、すごい、本当にもう、ノリノリやったんですよ。うん、いけるなっていう。これいけるなと思ったら。俺たちの世代やべえなっていう。そうそうそう、思ってたんですけど、うん、そこでもう決勝戦でもボコボコにやられた、スペインに。はい。でも 4-0 で負けたのかな。はい。で、その時に、あ、これが世界か。っていうのを、まあ、一番初めに感じた瞬間ですね。すごいな。はい、その準決勝までは、はい、俺たちちょっと特別な世代だぞって感じ。強えなと思って、ね。強えな。そうそう、一気に頂点いっちゃうんだって思うわけですよね。はい、思ってましたね。それが全然違ったんですよ、全然違いましたね。何が違ったんですか？いや、もう、一つ一つのこのプレーの精度であったりだとか、正確性であったりだとかっていうのも全然違いましたね。はい。それはなんかね、だ今聞いてて、すごい、理解できるのは、何かその向こうの戦術がハマったとか、一人のとんでもないプレイヤーが絶好調だったとかみたいな、はいはいはい、その一瞬の差のことじゃ全然ないものを感じるんですよ。そうですね。90分通して、もう、個人もチームとしても、もう全然違います、ね。何か根本から違うんだっていうことですか、はい、そうなんですよ。これは何なのかっ
ってすごいその時に考えた、考えて、うん、やっぱりその当時、そのね、スペインでも、スペインリーグに出てる人とかもその中にはいましたし、うん、やっぱりこれを日本じゃなくて、やっぱり世界を見た方がいけるんじゃないかなっていうのは感じましたね。うわぁ、そこまでさ、だって高校生でプロの中入った時にもさ、はい、あんだけ開き直ってた、ね、いけんじゃんと思った、何か根本的なショックなんでしょうね。そうですね。俺らが多分さんまさんと初めて喋った時そうなんですね。この人生き物違うと思った。何も、何も自分の生まれた時から一個も接してないとこを生きてきた人だと思っちゃって。はいはい、じゃあそうするともう俺海外で行かない限り、はい、強くなれないって、その。ですね。思っちゃいましたね。はい、で、当時は、中田秀さんが、すごいバリバリやってた時だったんで、はい、で、それを見て刺激を受けたっていうのもあったと思います。海外での手応えはどうでしたか、その。いや、もう、で、その99年がそれで、で、2000年もオリンピックに出させてもらいましたし、で、20歳でも、A 代表にも、ほぼレギュラーで出させてもらってて、うんすごい。まあ、それも、自信になっていったんですよ、アーセナル。うん。満を持してるんですよ、じゃあね。そうです、うん。で、当時、僕あんまりアーセナルの情報を知らなくて、はい、まあまあ、フランス代表なり、うん、イングランド代表がいるなぐらいのレベルしか知らなかった、うん。で、実際やっぱりそこでやってみると、明らかにもうレベルの差が、もうそれこそスペインとやった時以上のレベルの差っていうか、衝撃は受けましたね。だってスペインから、そのスペインの衝撃から2年経って自分の中で成長してるわけじゃないですか。はいはい、そうです。もう日本代表にも入ってましたね。入ってるんですよね。はい、で、多少の自信の裏付け持ってやったろうじゃないかなんですよね。はい、で、ましてや、ベンゲル側も認めて。そうそうそう、オファーくれてるにもかかわらず。にもかかわらず。はい、今度違い何ですか？いや、もう、全部が違いましたね、個人として。またそこのゼロに戻る感じですか？はい、ほぼそうですね。ゼロっていうか、もう全く違いましたね、本当に。苦しい時期だった。苦しいですし、逆に言うと、それを求めて俺は行ってるつもりだったので、うん、まあ、ありがたい。今思うとありがたいとは思います。はい、今思うとをつけるってことは、当時、毎日その気持ちではなかなか言えない。そうですね。で、だからその一年は、例えばもう、やっぱりこれだけレベルの差があるから、もう出れないのがしょうがないっていう、気持ちにどん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 こう最初はすげえやる気で言ってるんですけど、うん、それがね明らかなレベルの差を感じ始めるとまあしょうがないなっていうけど日本代表には呼ばれてましたし当時はでこっちで頑張ればいいかみたいな感じにこう気持ちがシフトしていってましたね。これってよく言われるのって、はい、その海外のチーム強いチームに入るけど、はい、試合になかなか出られないのと、はい、国内でもいいんだっていうその確実に試合に出てくっていうやり方が、はいはいはい、どっちがいいのって議論に特に代表選考の時とかなるじゃないですか。はいはいはい、なりますね。それはご自身の経験から言うとどっちなの？俺は出た方が。あ、試合この経験をしてもなお。なおですね、出た方がいいと思いますね。やっぱり。こう、狭い世界でしか見れなくなっちゃう気がするんですよ、ね。逆に日本だと。はい。まず、あ、そっちか。ごめんなさい。日本を出た方がいい。日本出た方がいい。日本を出た方がいい。試合に出れなくとも絶対広い世界を見てきて、痛感した方がいい。はい、いいと、俺は思いますね。はい。今ね、その実力のある、例えば、自分と同じ年くらいの選手が、僕海外行こうかもやってるんですって言ったら、やっぱり。もう絶対行けって言います。はい。やっぱり、こう向こうに行くと見てくれる人の数が明らかに違うんで、うん、そのオファーなりなんなり、例えばすごいそんなに強くないリーグに行っても、うん、やっぱりそこで試合に出て、なんとか出れば、出れれば、うん、やっぱりね、見てる人の数は違うんで、どっかで誰かは絶対に見てると思うんですよ。そうするとこの後いろんな国行くわけじゃないですか。そこにも繋がっていくっていう。そう、僕の場合は実際そうだったので。うん、はい。だから一回出てみないと、まあ、今の日本でも見てくれる人の数は僕が若い頃よりかは増えてると思うんですけど、うん、いや、より出た方が、やっぱりね、より、いろんな国に行けるなと思います。一番思い出深いチーム一つ挙げるとしたら、いや、やっぱりトルコです、ね。トルコ、はい、はい。それは、いや、もうすごい熱すぎる。まずまず。そうなんですよ。もう本当にすごかったです。
もうそのまあ今でこそないと思うんですけど、このダービーマッチっていうのがあって、はい、イスタンブールのチームだったんですけど、はい、イスタンブールダービーがあったんですけど、やっぱりねすごいんですよ。でもう観客席は発煙筒とか思いっきり焚いてますし、で、僕たち負けちゃったんですよね、それで。うんうん、じゃあそうなると、もう、観客席がすごい燃えてたりとか。ごめんなさい。比喩じゃないですよね。燃えてる。いわゆる、俺たち燃えてるぜじゃないですよ、ね。もう燃えてたんですよ。がっつり。消防署が来るやつですよね。そうです。で、試合中断になったりとか。で、気候もめちゃくちゃ。そうですね。やっぱサッカーに対する熱はやっぱすごいですね。その熱、その暑さね。暑さですね。暑さか、はい。そうです、そうです。そういうことか。気候ではなくて、その暑さ。気候も、そうです。サッカー、気候もめちゃくちゃなんだけど。気候も暑いですけど、サッカーへの熱はもう半端なかったです。難しいわ、理解が。文章にしたら俺分かんなくなっちゃうけど、そういうことね。でも、それだけ、日本だってサッカー熱すごいけど。いや、もう、比べ物にならないですね。はい、でも私が住んでたブラジルとアルゼンチンもサッカー熱も一般的にもすごいんですけど、そうなんですよ。ブラジルアルゼンチンで暮らしてたりすごいですね。それこそ本田さんで今リオにいらっしゃいますけど、はい、南米ってやっぱり行き遠いんですか、行きづらいんですか。南米は、高田さんとかいらっしゃいましたけど、そうです、やっぱ違うんですかね、やり方っていうかサッカーの、あんまりこう日本人を見る目が多少違うかもしれないですね、南米の人が。はい、はい、日本人イコールサッカー上手いっていう風な感じでもしかしたら見てないかもしれないですし、はい。よくカズさんが苦労したっておっしゃいますもんね。もうカズさんの時代なんて思いっきりもっとですね、はい。それこそカズさんが多少変えたもののっていう。それはね、まだあると思うんですよね。はい、だから、なかなか、本田選手も今回行きましたし、すごいなと思いますね。すごいですよね、サッカーね。ねえ、すごいね。アルゼンチンとブラジルなんてね。もしもっと日本の方が来たら、きっと、ね、住んでる日本人みんなすごい喜ぶと思う。僕ブラジルにロケに行った時サッカー見に行けなかったんですけど、はい、そのスタジアムの前のとこで前振りを撮ってたら、はい、わーってすごい湧いてて、その歓声もすごいんですけど、途中でね銃声が聞こえたんですよ。何花火ってきた、うんうん、銃を撃ってるやつがいるっつって、何なんで興奮してっつって、どういう国なんだよ君たちはって思ったんですけど、本当にもうボカとかもすごいし、コリンちゃんとかもすごくて、ボカとかやばいです、やばいんですよ。でもね、そうやってね、サッカーのね、もうトップの、すごい、はい、トップもトップのチーム、まして日本のトップのチームももちろん行ってね、日本代表に行って、はい、で、今 J3 にいるじゃないですか。はいはいはい。環境全然違うでしょ、J3 と。違いますね。それは今どう受け止めてるんですか？いや、もう、一周回って楽しんでます。もうそれこそもう高校時代とほぼ変わらないんで、うん、その環境なりなんなりが。うん、だからその環境を、こうね、僕がどう言っても、今の自分の立ち位置がそこなのだから、うん、だからまあ別にそれを、文句言うことなく、うん、逆に楽しめてますね。なんか、自分は草野球やるんですけど、草野球場の上にすごい立派なサッカー場があったりするようなとこもあるじゃないですか。はい、でそこにめちゃめちゃ強いチームがいるから、うわ、めちゃめちゃ強いチームいるじゃんって言ったら、いや、あそこ J3 のチームが今練習試合やってんだみたいなこと、全然あります。めちゃめちゃ。まあ、だから草野球とほぼ一緒ですね、環境的に、うん、ところでもやってますよね。やってますよね。僕たちもそうです。うん、その、市が運営してる、人工芝のグラウンドを毎回予約して、毎回。で、そこで、予約取れなかったら、違う場所に行ったりとか。そうなんだよ。そうです。でも、そんな中での、やりがいとか、はい、やっぱり、発見とか何ですか？やっぱりサッカーが好きだっていうのと、どんな環境にしろ、やっぱりサッカーやってると楽しいんですよね、やっぱね。それ、ですね。やっぱ思います。俺サッカー好きだなって。好きだなって。すごい、それこそ人工芝があって、ここに物置場があって、その物置場とかで準備をするんですよ、ね、うん、はい。はい。テーピング巻いたり。はい。たまに、ね、何やってんねやろうと思う時があるんですよ。そら正直あるんですよ。そうそう、はい。ここでクソ寒い中、雨降ってもそこでやるんで。はい。けど、やっぱりボールを蹴り出すと、やっぱ楽しいなって。っていう方が勝っちゃうんですよね。で、むしろね、トップを知ってるからこそ。そうです、ね。知ってるからこそ。いや、そうなんですよ。このわけのわかんない状態の答えは一個。俺、サッカー好きだなっていう。そうですね。まあ、それのみですね。本当に。サッカーはそういう意味ですごい組織がしっかりしてるから、はいはい、その、野球に比べるとずっとチャレンジができる
ね、環境があるじゃないですか。めちゃめちゃあります。はい、その反面自分でちゃんとモチベーションを作るとか、はい、逆に言うとこんな言い方はおかしいかもしれないけど、じゃあこうなったらやめるんだってことも含めて、はい、ないとできないじゃないですか。ですね。はい。それはどんな感じ、自分の中ではどんな感じ。いやーけどやっぱり体が動く限り、うん、だからどうしても例えば膝を怪我して、まず走れない、うん、ってなったら、まあ、もうやる選択肢はないんですけど、やっぱり動けますし、まだまだこう、負けるとも思えないですし、若い人らに。だからまあ、それがなくならない限りやり続けると思うんですけどね。いや、なんかこれは、僕もそうだし、ラジオを聞いてる一般のベテランたちも、はい、多分そんな気持ちなんだと思う。そうですね。ありがたいことに、やっぱりこう、サッカーの、下のカテゴリーなり、すごいサッカーできる環境がすごく整ってきているので、それこそもっと JFL なり、もっと下のところに行けば、うん、多分もっとサッカー寿命は伸びるとは思うんですけど、やっぱりこう J リーグの中でやりたいっていう気持ちはさすがにありますね、はい。でもその J3 のチームメイトでも対戦する相手もそうなんですけど、はいはいはい、あの日の稲本みたいなのいるんですかね、はい、おーおー元気なの来たなっていうのは思ってるんじゃないですか。いるんですか。逆にこうね、すごいモチベーションで来たりするし、はい、元気なので、はい、強い、当たりが強いなって思う時もあります。はいお前やりすぎだぞって、ね、気持ちはわかる。10代の時俺も、俺もそうだったからわかるけども。こっちもめちゃめちゃやってたから、まあ、そりゃそうやった思いながらやってます。やってます、ね。あれはないんですか？じゃあちょっと見せたのかっていう。まあ多少あるんですけど、うん、まあまずそれよりも、まあ、チームがどう循環して勝てるかの方が、逆にこの年になって試合に出てる方がプレッシャーを感じますよね、うん、17の時に比べたら。やれて当たり前っていう風な目線で見られる。そうで、実績がありますからね。そうなんですよね。そうですよ。そうで、結局じゃあ動けないやん。やれてないやんって思われる方がやっぱプレッシャーにはなりますね。それは17の時の自分が、あ、もうおっさんたちプロだよね。俺はまだそうです。そうです。逆、ね、全く逆です。ね、そうですよね。俺だって1年目に入っててる選手だけど、世界行った稲本さんですよね。それは自分の見てきたやつが低かってるんだと思うんですけど。そうです。いやー、でもちょっと面白いですね。また CM 挟んでまだワールドカップの話といろんなお話聞きたいと思っております。稲本潤一さんゲストです。マキタスポーツです。俳優、文筆といろいろやる私ですが、原点の芸人としてオール新ネタの独演会を開催します。 TBS ラジオ公演マキタスポーツ単独ライブ音ネタ5、3月28日29日の 2days、 会場は草月ホール。今回のテーマは権威、 J-POP という権威、大御所歌手という権威、日常に潜むあらゆる権威をマキタスポーツ流の音ネタでからかいます。チケットは全席指定で5,500円、各プレイガイドで販売中。詳しくはホットスタッフプロモーション 03-5720-9999 まで。音ネタをあなたに。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は東京カリンと他各社の提供でお送りしました。人生100年時代、70になっても80になっても元気に楽しみたいですよね。それにはまず自分の足でしっかり歩いていかないと。そこで再春館製薬所から新発売、歩みのゼリー根の力。秘密は貴重な原料ブラックジンジャー。歩みのゼリーにはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれています。この成分は年齢とともに低下する足の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持することが報告されています。さらに長白人エキスと必須アミノ酸もサポート成分として配合しました。特効ではなく機能性表示食品です。私たちいくつになっても人生楽しむよ。いつまでも自分の力で歩き続けたいという方に、新発売の歩みのゼリー根の力、まずは無料のお試し3本セットから。お問い合わせは0120-777-444 777-444 最終完成役所まで。ここで TBS ラジオ天気予報です。
気象予報士の佐々木さとみさん、お願いします。はい、関東地方この時間雲が多いところも昼前には青空のエリアが広がって、で夜まで安定した晴れの続くところがほとんどです。で午後は南寄りの風が強まるところもあるんですが、昨日のような強風にはならない見込みです。で最高気温は13度前後と、ポカポカ陽気を期待するとちょっと物足りないかなぐらいの体感かと思います。ただ日差しの暖かさは十分ありそうです。で明日は晴れて最高気温18度前後、明後日からの3日間は連日20度ぐらいまで上がりますので、桜の開花一気に進みそうです。ありがとうございました。気象予報士の佐々木さとみさんでした。中村獅童です。 TBS ラジオ主催赤坂大歌舞伎、今年は怪談ボタン道路をお届けいたします。5月5日から24日まで TBS 赤坂アクトシアターで上演、チケットは各プレイガイドで販売中です。詳しくは TBS ラジオのホームページをご覧ください。時刻は10時24分です。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁の薄井博子さん、お願いします。はい、中央道の下り高井戸付近は事故とお伝えしましたが、事故ではなく故障車でした。でも処理終わりました。今6キロ半渋滞残って、首都高4号の新宿あたりから通過に35分前後です。西新宿ジャンクションで影響で交わる中央環状線の両方向、今1キロそれぞれ20分前後です。一般道は葛飾区内の環7の内回り青戸2丁目右側車線で事故処理中で1キロ10分ぐらい、杉並区内の環八の内回り荻窪2丁目付近バイクとトラックの事故、右側車線で処理始まって今3キロ通過に45分かかっています。埼玉県道の春日部勝負線白岡市の白岡中学校前付近、事故処理続いていて通りにくくなっています。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の交通情報は10時55分ごろお伝えします。今よみがえる昭和を彩った名曲の数々、 TBS ラジオ主催東京大衆歌謡楽団春公演、4月2日木曜日浅草公会堂、チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報まで。伊集院光とラジオと稲本潤一とバチェラーと、改めまして今朝のゲストに、元サッカー日本代表で、現在 SC 相模原の稲本潤一選手をお迎えしております。よろしくお願いします。お願いします。急にバチェラーってバチェラーは、バチェラーは見てました面白いなと思った。面白かった。僕もハマりましたね、はい、すげえなと思いながら。バチェラーの見方で面白いのは、バチェラーの話を、はい、している、はい、女子同士の会話を聞くっていう。あ、確かに、ね、熱いもんありますね。またあれはあれで、ね、さあ稲本さんのこう、はい、やっぱりワールドカップの話聞きたいんですけども、はい、2002年22歳の時に日韓、はい、で26歳2006年にドイツ、はい、で2010年30歳の時に南アフリカ、はい、一番印象的だったのは聞くまでもなく、まあそうですね、2002年の大会ですね。はい、はいはい、どんなでした。もうどんな些細なところでも聞きたいんですけど。いや、僕たちのチームはすごい隔離されてはいたので、うん、だから比較的静かには生活できたんですよ。はい、はい、はい、キャンプ地っていうか、はい、けどやっぱり試合に行く時だとかは沿道にすごい人が本当にいて、やっぱワールドカップってすげえなっていうのはすごい感じましたね。なんかあの時ね、はい、今でも覚えてるのはラジオのバラエティで逆をやってみようって言って、はい、今日本にいて、はい、試合の結果を知らないことはできるのかっていうチャレンジをしたんですけど、はい、一番早かったやつ5分で瞬殺されてましたね。街にいるやつが結果を叫んでるっていうマジかっていう、俺たち聞かないようにしてももう絶対入ってくるっていう、こんなことあるのっていう、まああの大騒ぎの中に、はい、ロシア戦1対0の1点、どんな気持ちなんですか。いやー、まあ、あのゴールを映像で見て、なぜ僕があそこにいるのかっていうのは、
すごい感じてましたね。まあその前に多分ベルギー戦でも点を取れてたから、はい、やっぱりちょっと乗ってたんでしょうね。はい、多分ね、一番若いぐらいなんですよ、22歳の時、はい、あのチームで。はい、だからそれこそさっきの話じゃないんですけど、もう前に前にが強かったんですよね。冷静に見ちゃうと、はい、お前なんでそこいる。いや、そうですね。はい、で、もうその諸先輩方が後ろで多分しっかり守ってくれてたと思います。はい、そうなんだ。今の稲本純一だったら、ね、はい、稲本ちょっと調子乗りすぎだぞっていう位置にいて、そうですね、でそれなりに、まあ、はい、周り引く人引いてくれてる感じだとは思います。はい、何か変わりますか、その前と後でご自身の中で今振り返って。いやー、まあそれこそおじいちゃんがテレビに出てたりだとか、親族がテレビに出るってやっぱりこうね、僕は見てる側だったんで、実際本人がそうなるとは思って、やっぱり家に行くんやなっていうのは思ってましたね。まあ、そして、その22歳で出た、26歳で出た、はい、30歳で出たっていうのは、考え方とか変わってきます、はい、ですね。で、この2006年の時に、やっぱり、結果、チームとして惨敗しちゃったんですよ、ね、うん。予選、はい、敗退。そうですね。うんうんうん、で、その時に、やっぱりこう、結構チームが一つになってなかった感じもしますし、やっぱり自分がっていう人が多かった、個性が強かったチームだったんですよ、うん、2006年、うんうん、まあ、別にそれで負けたとは思ってはないんですけど、うん、やっぱり一戦目負けてからのこの這い上がりだとかショックっていうのがあまり抜け出ず、第二戦目とかいった感じがしたから、やっぱりそれをこう2010年ではやっぱり30歳ってなるとやっぱり結構チームでも上の方の年齢になってくるので、はいはい、自分が試合に出れなくてもやっぱりチームをたとえ初戦で負けてもモチベーションを下げずに、やっぱり僕たちが盛り上げていこうっていう気持ちにはなってきましたね。やっぱりその雰囲気って大事ですね。やっぱり初戦で負けてしまった時はやっぱり雰囲気は悪かったですし、でそれをこうね、僕たちが年上の人が盛り上げていった方がやっぱりチームとしては盛り上がるかなと思った2010年でしたね。まあ2010年の時はあの初戦では勝ったから良、はい、かったんですけど、はいはい、ああいうこう絶対絶命、その一個の試合の中でもそうですし、はい、その、大会の中でもそうなんですけど、はいはいはい、何かその途切れちゃった勢いとか嫌な雰囲気とかを跳ね返すもんって何なんですか。はい、やっぱモチベーションであり雰囲気を、もうそれこそ空元気でもいいから声を出すとか、もうそれこそ昔でいう気合の部分であったりだとか、そういうことだと思うんですよね。なんかそれすごい面白いですよね、はい、そのもちろん科学的なデータも一人一人の能力も一番大事であるんだけど、はい、あるんだけど、だから昔のいわゆる根性だけあれば勝てるって話じゃないんだけど、はい、全部がそのトップのところで、はい、結局またその雰囲気とかなんか気持ちみたいな話になるんでしょうね。これ勘違いして、はい、気持ちがあれば劣ってても勝てるだけの話になっちゃうと、それは違うんだけども、なんかちょっとわかるんだよ。そうなんです。その2010年の時も、この大会に入る前は、ほぼ練習試合では勝ててなかったんですよ。はいはい、すげえ批判とかもされてましたし。はい、だからそういう時に選手でミーティングをしたりもして、やっぱりここで僕たちがバラバラになるんじゃなくて一つになってモチベーション上げていこうっていう風にしたら、うん、はい、やっぱりなりましたし、ね、逆に2006年の時はね調子良かったんですよ。もうね、おかしなもんですよね。わかんないいや、そうなんですね。わかんないです、はい、なんかラジオ番組とかですらそうなんですよ。なんか準備がすごい整ってるのに、はいはい、最初の第一声でなんかおかしいってことがなんだかわからないけど滑ってるっていう感じにずっと支配され続けたりとか、はい、なんか一人若手のムードメーカーがちょっとしたことを言うだけで急に変わったりとかするもんなんですよね。さあ、最後になりますが、今後の目標、はい、これはサッカーのことでも、はい、個人的なことでもいいんですけど、いくつかでも構わないです。そうですね。やっぱりこうできる限り現役を続けたいっていうのと、はいはい、やっぱりこうもっともっとサッカーが上手くなりたいっていうところですね。やっぱりこうね、運動量であったりだとかはもうどうしてもしょうがない、うんうん、もうその体の衰えには勝てないんで、まあそれをできる限り衰えさせないようなトレーニングであったりだとか、うん、栄養であったりだとかっていうのも取りつつ、その中でもやっぱり
自分の考え次第でサッカーが上手くなることはあると思うので、まあだからそれをより追求していきたいな、サッカーが上手くなりたいなっていう思いですね。どこですか？僕もね、ラジオ上手くなりたいんですよ。うまくないと思います。で、もっと言うと僕の師匠がいるんですけど、はいはい、師匠は落語家なんですけど、はいはい、まあ、円楽なんですけど、未だに落語がうまくなりたいらしいんです。そうなんですよ、ね。サッカーどこですか？うまくなるところ。うまくなるところは、まあ、もう、ポジショニングであったりだとか、はいはい、もうそのテクニックの部分ですよね。やっぱりボールの使い、蹴り方なり、止め方なり、っていうところは、やっぱりこう、もうミリ単位で、止める場所を考えたりだとかっていうところを意識していくと上手くなっていくと思いますし、やっぱりミスの少ない選手はやはりいい選手だと思うので、まあ、そういうところを極力減らしたりだとか、だけどやっぱり自分の持ち味であるダイナミックなプレーを昔は10回できたところを例えば3回でしっかり結果に結びつけることだとか、だそういうところを見る目っていうのは何歳になっても鍛えれるかなとは思います。なんか今ちょうどね、こういう世間がこういう騒ぎだから、はいはい、サッカーの公式戦もなかなかできない状況でいるじゃないですか、はいはいはい、始まったら必ず見に行きたいと思うんですけど、はいはい、そもそも今年俺すげえサッカー見ようと思ってチケット取った瞬間に延期になっちゃったからなんですけど、ぜひ相模原の試合見に行きたいと思うんですけど、いやもう来てください。その時の僕、はい、またこれ社交辞令じゃないですからね、はいはいはい、あいつ本当に来たよっていうぐらい来ますからね。で相模原でこいつ、まあ、例えば荒削りかもしれないけど、はいはい、こいつ伸びしろあるんだよ、見てほしいんだよ、楽しいよっていう選手ってあるんですか？若いやつで。若い人で、今、右サイドに、はい、松田選手かな？松田。はい。18歳の選手がいるんですけど、はいはい、まあ、すごく線は細いんですけど、はい、やっぱりドリブルには多分自信を持ってるんでしょうね。常に勝負をしていくんで。彼を見てもらえるとこうどうこれからどうなっていくかなっていうのは楽しみですね。なんか生意気なこと言うようです、にわかがすごい生意気なことを言うんですけど、はいはいはい、サッカー好きな友達にね、はい、J3 連れてもらったことが栃木の試合とか連れてもらったことがあるんですけどね、はい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 、J3 の選手ってまだまだ全部揃った選手って少ないじゃないですか。 その分見てて面白いんですよ。そうですね。もうみんな頑張りますからね、本当に。で、しかも、あいつあんなシュートできるのに、はい、なんで一切守備できないのみたいのが、俺ら素人でもちょっとわかるとこが面白くて、すごくこうドラマチックで。そうなんですよ。伸びしろはね、すごいあると思うんですよ。こっから。だからそっからカテゴリーが若い選手は、もっともっと上を目指していってほしいなとも思いますし。じゃあこの松田選手が、はい、その得意なドリブル以外も何か上達していく様がもしかしたら、そうです。追っかけてれば。例えばドリブルのはもっともっと上達するかもしれないですし。はい。ちょっと楽しみですね。はい。そんな中に稲本選手が、多分、若い頃はああなんだよなと思いながらカバー落ちたりとか。そうそうそう。いい勝負しろ後ろカバーするからっていう感じで。やってますか、はい、そしてより上手くなろうとそうです、してますか、はい、ぜひぜひ再開の暁には、はい、拝見させてください。来てください。ということで、今日のゲスト、SC 相模原の、稲本潤一選手、ありがとうございました。ありがとうございました。今日の生活は踊るわ、家電コーディネーターの戸井田園子さんが登場。新生活に揃える家電選びのポイントを教えていただきます。一人暮らしならとりあえず洗濯機、炊飯器、あと掃除機どうぞ。ちょっと待ってください、それ本当に使えますか？詳しくは今日午前11時からの生活は踊るで。お子様の生の声を大募集、お子様インタビュー。今まで一番めっちゃ楽しかったことは、今ご飯食べたことがです。めっちゃ美味しかったです。めっちゃ美味しかったです。めっちゃ美味しかったです。 OK。 このご時世、お子様がお家で時間を持て余しているようなら、インタビューごっこはいかがですか？パパのいいところは、おならがめっちゃ臭いところ。絶対パパに笑える。生まれてから一番楽しかった思い出は？一番美味しい食べ物は？最近知ってびっくりしたことは？子供とのやりとりをスマホで録画して動画ファイルを送ってください。メールアドレスは ij@tbs.co.jp。 こいた6歳です。小学校1年生。自己紹介はお名前だけでも構いません。
この機会にお子様のラジオデビューを。OK！トローリ甘口文鮮の乗りつくだにあらあ。法律事務所ホームワン、ホームワンへ借金整理のことで質問が寄せられています。借金の整理をしたらどうなるの？返済は軽くなるの？こんなケースでも借金の整理はできる？解決方法は人それぞれ。ホームワンがあなたの返済する力を診断して最適な借金の整理の仕方を提案します。東京弁護士会所属弁護士法人法律事務所ホームワン。東京、世界で一番好きな場所。いろんな街と街が山手線という不思議な輪っかでつながっている。違うもの同士がつながっている。いい未来、東京環状線、山手線、 JR 東日本。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング。今朝の担当は TBS ラジオキャスターの田中ひとみさんです。よろしくお願いします。お願いします。今日はハイパワーで電気代がお得、新生活にもおすすめの2019年モデルの三菱重工省エネビーバーエアコンを値下げしたお買い得価格でご紹介します。はい、春は新生活のスタートや新築増改築なども多く、エアコンの需要が高まりますが、今の時期は今年モデルの発売前で、店頭などでお得なエアコンは実は品薄になっているんです。うん、そこで TBS ラジオショッピングではメーカーと交渉を重ねまして、2019年モデルのビーバーエアコンをしっかり確保。今回は値下げしたお買い得価格でご紹介します。だいたい皆さん、あの、自分にも言ってるんですけど、去年のことを思い出すと、暑くなってきたなっていう時に買おうって思ってると、あの、工事も全然来てくれねえっていう状態になるし、我慢しよう我慢しようつって結局何年変えてねえんだみたいにはまあなりがちで、もう今ですよね。実はこの時期チャンスなんですよ。ビーバーエアコンは三菱重工ならではのジェットエンジン技術を応用した風量が自慢で、最大14メートル先まで風が届きます。はい、僕は実はこれを買いました。はい、そうです。いかがですか、リビングからね。とてもいいです。結構風量ありますよね。で、特に一番暑くなった時期にやっぱ良かったです。端から端までちゃんと涼しくなってくれるんで。実は私の自宅もつけたんですが、本当に真夏重宝しますよ ね。便利なんですよ、ハイパワーが。で、ワープ運転を使えば、冬ならファンヒーター並みの温風で室温2度の部屋を20度にするのに10分ほどしかかからないんです。この待ってる間に何回かね、エアコンつけて、つけてるしのね、経験は皆さんあると思うんですけど、これがないです。10分ならね、ちょっとコード脱いだりとかね、あれですね、いろいろして。あと、暑い真夏の蒸し暑い部屋も強力冷風ですぐに快適にしてくれます。しかも、これだけハイパワーなのに省エネなんです。例えば10畳用の場合、冷房や暖房を1日18時間つけっぱなしにすると、16年前の同等モデルの電気代は1年間で4万9700円かかっていました、うん、対してこちらのモデルなら年間で24,700円、つまり16年前のモデルと比較して2万5000円電気代が安くなる。そして4年使うと10万円の電気代が節約できるということなんです。今はさ、時代が変わってさ、夏の猛烈な暑さの時にさ、電気代のこと考えたり省エネ考えて我慢するっていう選択はちょっとやめた方がいいっていう時期だから、ね、やっぱりそのね、あんまりこう我慢しなくても電気代安い機種に買い替えとくっていうのはちょっと大切、ちょっと命に関わる話だと、まあ、思うわね。そうです、切実ですよね、うん、さらに機能も充実しています。花粉やダニの糞や死骸、カビなどの荒れる物質をフィルターがキャッチし働きを抑制するバイオクリア機能や、エアコン内部のカビの発生を抑え嫌な匂いを防ぐ内部クリーン運転、
さらに除湿機能も3種類ありまして、梅雨時期の部屋干しに活躍するランドリードライはワイシャツ10枚を130分ほどで乾燥できます。便利。さらに特典として通常1年の保証期間をお客様のご負担なしで無料で7年間に長期延長いたします。ありがたい。そして何より2019年モデルが値下げ価格でお得なんです。三菱重工省エネビーバーエアコン6畳用は送料標準工事費込みで税込み7万4500円です。そして買い替えの方はさらにお買い得です。古いエアコンを1万円で下取りします、うん、つまり下取りありなら1万円引きの6万4500円なんです。壊れていたり取り外してあるエアコンでも下取り OK。 古いエアコンが1台あれば何台買ってもそれぞれ1万円引きとなります、うん、またその他のサイズも下取りありなら1万円引きとなります。8畳用は下取りありなら税込み77,800円。他にも10畳用から18畳用まで各種ご用意しています。代金は工事終了後に頂戴します。なお下取りありの場合、法定家電リサイクル料など合わせて税込み6490円がかかります。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 番です。お届け返品などについてもお問い合わせください。また TBS ラジオのホームページからもご購入いただけます。 TBS ラジオショッピングでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。サコミチオを色気より食い気に走らせる憎いやつ。伊香保温泉入り口西方亭の湯の花まんじゅう。いい味出してるな。西方亭の湯の花まんじゅう。ラジオをお聞きの皆さん、石田純一です。60歳を過ぎて保険の見直しをされた方多いんじゃないでしょうか。でも、60を過ぎたからこそ入ってほしい保険があるんです。それが、葬儀費用を準備できるメモリードライフの葬儀保険。葬儀費用をサポートする保険です。ご家族に葬儀費用くらい残してあげませんか？保険料もお手頃です。100万円保証コースなら60歳女性で月にするとおよそ662円。これならご自分で払っていきますよね。89歳までお申し込みできます。今からでも大丈夫。メモリードライフの葬儀保険。資料のご請求は電話一本。0120-244-888 244-888 メモリードライフ。白ご飯の友スカウトキャラバン。さあ時刻は10時45分です。白いご飯のお供、いわゆるおかずをスカウトするコーナーです。待ってました。今週はまあコロナのこともあって学校休みとか、まあバタバタしてますよっていうね、旦那が会社休みだから家でご飯食べるんだけど、こっちの会社は休みじゃないみたいな、そういうパターンもありますので、はい、料理研究家の方に作り置きができるご飯のお供。いいですね。ね、はい。タッパーみたいに入れといてくれれば、はい、白ご飯にそれかけて食べてっていうのができる、うんうんうん、まあ、ご飯の友を、考案していただいて、かなりの量、レシピもらって、はい、中からこれかなっていうのを作って、まあ、僕をはじめスタッフで試食をして、はい、今日一品紹介します、はい。もうすでにスタジオめちゃめちゃ食欲をそそる匂いがしてるんですが、はい、餃子ふりかけ。うわ。作り方を言っておきます。まあ、ちっちゃいタッパーウェアに1個分ぐらいの分量ですが、豚のひき肉メインです。ひき肉 100g です。で、ニラ、ね、匂いが気にならない人はいっぱい入れていいです。で、ニラは一応2分の1話ぐらいです。で、長ネギ、7センチ分ぐらい。で、ニンニク一かけ。まあ、なければこれはすりおろしのいわゆる、チューブのね。チューブのやつでもいいです。ごま油小さじ2分の1です。はい。ね。さらに、お醤油大さじ2分の1。あと、穂先メンマ。これよく刻んでください。大さじ2。
で、お好みでラー油。お子様が食べんなら、あんまラー油は入れない方がいいかも。はい、で、あと、白ごまを小さじ、1杯、うん。凝りたい人は、この白ごまを砕いたくるみに変えるっていう手もあって、ちょっとの、餃子の具と一緒なんで、自分でバリエーションはある程度いけると思います。うんうん、ニラを5ミリ幅に刻みます。長ネギは粗みじん切りにします。うん、ニンニクももちろんみじん切りにしてください。フライパンに油、中火で熱して、豚のひき肉、それから、長ネギ、ニンニク刻んだやつね、うん。これを加えて肉の色が変わるまで炒めます。ね、で、最後にニラも加えて1分間炒めます。うん、で、僕の個人的には、まあ、ニラは最後の最後でちょっとシャキシャキ感があった方が好きかな。うん、ね。で、まあ、ワンポイントはメンマの代わりにザーサイ入れるとか、なるほど、本格的にしたい人は、ね、はい、まあ、いろんなことはバリエーションはできますがっていう、はい、とにかく試食してもらいたいんですけど、ニンニクとニラの匂いがまあ今香りがいいです ね。見た目はこそぼろ、次にここで、ニュースを読む人ごめんなさいという感じなんですけどもね、じゃあちょっと食べてください。いただきます。餃子。ね。ね、でもやっぱ、このメンマが入ってる分、食感がさらにこう際立って、いいですね。美味しい。ザーサイバージョンはもっとコリコリするんで、またちょっとそれは本格的な感じにはなります。うん、結構お腹が空いたっていう時にね、ご飯にこれかけて食べたら満足感高いと思います。うん、竹内でそうでしょ？俺の場合はお腹が空いてなかったのにすくっていう。ね、もう逆の誘発が起きちゃうんですけど、ね。こちらスカウトでよろしございますね。もちろんです。はい、こちらです。スカウトナンバー35、料理研究家坂下千恵さんが考案、餃子ふりかけ。まらない。で、坂下千恵さんは本当にいろんなバリエーション持ってて、これだってタッパーに入れといたらまあまあね。でも入れてもね、作り置きっていうか、数日持たないかもしれない。その日に食べちゃうかもしれない。期日的には一週間持つんですけど、食欲的に一食で終わる可能性がまああるということで、まあ来週もこういうちょっと作り置きできますよっていうご飯のお供、料理研究家の皆さんに考えていただいておりますので、紹介したいと思っております。今日は坂下千恵さん、ありがとうございました。マキタスポーツです。音楽評論家のスージー鈴木です。音楽好きおじさんの僕たちが自由に熱く音楽を解説するちょっと変わったテレビ番組、ザ・カセットテープミュージック。我々が青春を過ごした80年代歌謡曲を中心に、ビートルズから松田聖子、キングヌーまで幅広くピックアップ。楽曲のメロディーや歌詞に仕掛けられた秘密を独自の解釈で分析もします。ラジオを聴いているかのような楽しいおしゃべりと素敵な音楽でできている番組なので、今これを聴いているあなたもきっとハマるはず。カセットで音楽を楽しんだあの頃に戻ってみませんか。ザ・カセットテープミュージックは BS12、12で毎週日曜夜に放送中。 BS が見られるご家庭ならいつでも無料で見られます。法律事務所ホームワン。ホームワンの過払い金無料診断なら、過払い金が出なくても調査費用はいただきません。あなたも過払い金があるかどうか調べてみませんか。せっかくご相談いただいても、時効だったという相談も増えています。過払い金が取り戻せるうちにホームワンへお電話ください。東京弁護士会所属弁護士法人法律事務所ホームワン。いただきます。おいしいね。愛に満ち愛されるスーパーロピア。楽しく感動できるスーパーロピア。 TBS ラジオをお聞きの皆さん、あなたの会社や商品キャンペーンを TBS ラジオで紹介しませんか。 CM 内容や価格などお気軽に何でもご相談ください。詳しくは TBS ラジオ広告で検索できます。ご連絡お待ちしています。ここで TBS ニュースです。ニュースデスクの豊田彩乃さん、お願いします。はい、お伝えします。東京オリンピックの聖火の引き継ぎ式が行われるギリシャは、入国した外国人に対し14日間の隔離を要請すると発表しました。
式典に出席する日本人聖火ランナーらへの影響が心配されます。ギリシャ政府は16日、新型コロナウイルスの感染拡大を抑制するため、今後入国する外国人に対し14日間の隔離を要請することを決めました。ギリシャオリンピック委員会は TBS の取材に対し、この決定が19日に行われる聖火の引き継ぎ式でランナーを務める柔道の野村忠宏さんやレスリングの吉田沙保里さんら日本の関係者に適用されるかどうかは現時点で答えられないと回答しています。引き継ぎ式は無観客で一部メディアのみ入場が許されますが、前日のリハーサルは行われない見通しです。ギリシャでは感染が急拡大していて、遺跡など観光地が休止しているほか、先週土曜日からレストランやバーの営業が禁止され、18日からは全ての店の閉鎖が決まっています。アメリカのメジャーリーグ機構は16日、当初の今月26日から最低2週間は遅れるとしていたレギュラーシーズン開幕について、さらに延期すると発表しました。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い CDC 疾病対策センターが8週間は50人以上が集まるイベントについて中止か延期することを要請したためです。これによりメジャーリーグの開幕は5月中旬以降になる見通しとなりました。球団側は開幕した後可能な限り多く試合を開催したい意向を示しているということです。アメリカの国立衛生研究所は16日、バイオテクノロジー企業モデルナと連携して開発している新型コロナウイルスのワクチンの臨床試験を開始したと発表しました。西部ワシントン州シアトルの病院で初めて人にワクチンを投与したということです。臨床試験で段階的に安全性と有効性を評価するため、実用化には1年以上かかる見通しです。新型ウイルスに有効なワクチンはなく、実用化されれば感染防止対策が大きく進む期待があります。この時間のニュースは以上です。ニュースデスクの豊田彩乃さんでした。 TBS ラジオ主催 The Alfie ベストヒットアルフィー2020春の夢、5月30日31日 NHK ホールで開催。チケットは3月20日発売。お問い合わせは総合東京03-3405-9999 03-3405-9999 まで。時刻は10時55分です。ここで物流は新領域へ、ロジスティードの日立物流がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の薄井博子さん、お願いします。はい、首都高速は中央環状線の内回り熊野町から断続大橋にかけて今10キロ通過に40分前後です。東名高速の下りは東名川崎付近工事が行われていて今2キロ10分前後です。中央道は順調、雪で滑り止めが必要なのは上信越道信州中野と上越高田の間です。一般道は埼玉県道の深谷東松山線の下り東松山市の石橋トラックの故障車の影響で1キロ弱です。千葉は16号の内回り柏の湯葉塚で2キロ半ぐらい、都内は環七の内回り青戸2丁目付近の事故、こちらは処理終わりました。環八の内回りの荻窪2丁目付近右側車線で事故処理中で今5キロに渋滞伸びて1時間ぐらいです。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の交通情報は11時25分頃お伝えします。プロのドライバーですから運転には自信があります。でも事故リスクは思わぬところに。え？日立物流が進めているスマート安全運行管理システム SSCV はドライバーの皆さんの身に潜むリスクを感知し安全運転を支援します。事故ゼロ社会を目指したい日立物流。さあ、まずは本日の山崎賞ですが、はい、映画、うん、自称リチャード・スチュワートというイギリス紳士が目覚めたらみんなからサットンと呼ばれる映画を50年ぐらい前にテレビで見たという、はい、トゥーリーさんには美味しさと品質の山崎からデザートギフト果樹園発と一口羊羹の詰め合わせをセットにして山崎からプレゼントいたします。さあ、そのリチャード・スチュワートの件なんですけども、はい、大勢の方から一応名前だけラジオネームブケショハットさんとか、ラジオネーム筒井よしきさん等から
ラン・クロックド・マイルっていう1969年にイギリスで制作された、まあこのイギリスではテレビドラマらしいんですけど、じゃないかで、NHK 海外ドラマで1972年に放送されています。でタイトルは記憶の鍵となっていたと思いますみたいな詳しい情報と、あとはその英語に直していろんなワードで検索をかけて海外のウィキペディアからこれじゃないかって言ってくださってる方がかなりいて、我々もあのリチャード・スチュアートで検索はしたんですけど、普通の リチャード・スチュアートさんのフェイスブックが出るとね、でもちょっとこの記憶の鍵ではないか説が今強いですね。皆さんもありがとうございます。ステッカーをお送りいたします。さあ明日のゲスト、はい、三味線プレイヤーの吾妻博光さん、世界中で公演をしてるっていうことで、新世代津軽三味線の演奏家、ちょっといろんなお話聞きたいですね。スタジオで演奏もスタジオ生演奏もしてもらえそうだということなんで、ちょっと久しぶりかもしれない。津軽三味線は迫力あるからね、ちょっと楽しみですね。いやそして引き続き探していますなんですけども、探していますとは皆さんやっぱ情報量がすごいあって、ラジオネーム友のドカベンさん、友のドカベンさんの桜ももこさんの携帯サイトはどうなってるかしらっていう話なんですが、ラジオネームマサさんから、桜ももこ先生の携帯サイト自体が今あるかどうかはわからないんだけども、そこの Q&A コーナーがまとめられている本は2冊出ています。あ、そうですか。桜メールと桜横丁という単行本、もちろんその、この方の質問があるかどうかはわからないけど、こういうものも出ていますので、よろしければみたいな。すごい。やっぱみんなすごいね。まあ皆さんも探してほしいものありましたら今週いっぱいやっておりますので、情報ください。で聞いて何か分かる方がいたら、さらにその情報をいただけるとありがたいです。ということで明日も聞いてください。この時間のお相手は竹内かなえと伊集院光でした。この後はジェーンスーです。粉薬が口に残るありますよね。楽々服薬ゼリー粉薬用はゼリーに混ぜて飲みやすく、ごくんといえば龍角散から11時です。